ご視聴ありがとうございます。今回はこちら。ニューヨーク爆走兄弟レッツ&ゴー。はい、プレステで出た最初のレッツ&ゴーのゲーム、ハイパーヒートをプレイしていきます。よし、頑張れよ。はい、頑張ります。こちらのゲームは第1回世界グランプリのイフストーリーみたいなものです。本来、日本代表 TRF ビクトリーズはゴーたち5人ですが、このゲームでは6人目のメンバーとして主人公が選ばれ、ゴーたちと共に世界一を目指すストーリーとなっております。主人公の性別は好きに選べますが、ビクトリーズには女性レーサーがいないのであえて女性を選択。あえてね、万力走中高一点というやつですよ。名前は自分のチャンネル名にでもしておきます。カードゲームで同じカードを複数積まない戦術やデッキ、ハイランダーから取っています。それでは物語スタート。グランプリ開催前、土屋研究所での一幕。テッシー先生、いよいよ世界グランプリが始まります。ああ、そういえばそうじゃった。で、どうするんじゃ？やっぱりあいつら5人をエントリーするのか？いや、もう一人メンバーを増やしてみようかと思ってます。なんでまた？世界グランプリ大会では何が起こるか分かりません。予想外のハプニングで人数を欠き、不利な戦いを強いられることも十分考えられます。今回はそういった事態をできる限り防ぎたいと考えております。実際、アニメでは烈や陽が怪我でレースに出られない時がありましたね。お前がチームの監督じゃからな、お前の好きにするがいい。てか、当てはあるのか？今の日本にあいつらほどの力を持ったやつがおるとは思えんの？鉄心の爺さん、黒沢や誠くんが泣いちゃうよ。わかりません。ただ、鉄心先生もご存知の通り、グレートサマースペシャルカップが間もなく開催されます。そこで見つけることができれば。そうか。じゃあ少し協力してやるかの。爺さんのこういう言い方、あまりろくなことにならなかったような気がするのですが。グレートサマースペシャルカップ C ブロック決勝戦進出は、熱い走りを見せてくれたゼッケン237番セーバー600だ。ようやく主人公登場。グレートサマースペシャルカップ決勝に残りました。みんなそのまま聞いてくれ。ここでスペシャルシードの紹介だ。去年のスーパーグレートジャパンカップで大活躍、見事優勝を手にしたミニオンレーサー、セーバーゴーくんだ。まさかのゴー、前年度チャンピオンが緊急参戦。みんなと一緒に燃え上がる走りを見せてくれるぞ。ゴーが話しかけてるのにガン無視する主人公。一緒に走れるのが夢みたいと言ったのに。なんだよ、聞こえてないのか。さっきの走り見てたよ。お前も結構速いんだな。俺はセーバーゴーってもう知ってるよな。なんせ有名人だからな。レースが終わってからにしてくれよな。あ、博士とテッシのじいさん頼まれたんだ。俺様のすっげえ走りを生で見せてやってほしいんだと。じいさんが言ってた協力ってこういうことだったんですね。特別審査委員で招待されてるんだ。そういや、どこ行っちまったんだ。そういえばお前決勝戦出るんだろ。悪いが俺様のカップビで優勝はいただきだぜ。さあスタート10分前だ。決勝進出のレーサーはスターティンググリッドまで集合してくれ。おっと、いけねいけね。それじゃレースだな。オーケー、みんな長らく待たせたな。いよいよグレートサマースペシャルカップ決勝戦スタートだ。レディーえ、V マグナム、レイスティンガーにバラバラにされたはずでは。って、ゴー負けとる。奇跡の大逆転だ。なに、俺のビクトリーマグナムが負けるなんて。
いやだからなんで V マグナムが手元にあるの？勝敗以上にそっちが気になる。おめでとう。まさかゴークに勝ってしまうとはね。レースではこのセイバー600で走っていたのかね。ああ、この状態でよくあそこまで走ることができたね。普通なら途中で故障するかコースアウトしてしまうようなコンディションだよ。ミニ四駆を始めたのはいつ頃からなんだよ。まだ1年経っていないじゃないか。それであれだけの走りを。それはもしかしたら、実はもうすぐ行われる第1回世界グランプリ大会に我々日本も参加するんだ。その名は TRF ビクトリーズ。土屋レーシングファクトリービクトリーズ。そうだ、世界各国のさまざまなチームを相手に戦うために結成された選抜チームだ。世界グランプリは何が起こるかわからない。予想外のハプニングで人数を引き、不利な戦いを強いられることも十分。その話さっきも聞きましたよ博士。だから今回は万全な状態で戦いに挑みたいんだ。今回はというセリフが引っかかりますね。アニメの記憶保持してます。ビクトリーズのメンバーを当初の5人から1人増やそうかと思っている。他のチームは補充要員いないんですけどね。君に TRF ビクトリーズのメンバーの一人になってほしいんだ。さっきの君の走りを見て私は確信したよ。君なら立派に TRF ビクトリーズの一員としてやっていける。今回の世界グランプリ大会はチームバトル制のレースだ。チームバトルはマシンの速さだけで勝てるというものではない。チームワークももちろん重要だが、それ以上にマシンを扱うレーサー本人の人間性が、マシンに対する思いやりが大切になってくる。自分では気づいていないようだが、君にはその資格は十分にある。大丈夫、私の目に狂いはない。自信を持ちなさい。どうだろう、引き受けてくれるかな。国代表選手にどうだと言われて、さすがに即答はできませんよね。そうか、いや、私もいきなり初対面の君に突拍子もないことを頼んでしまったようだね。すまない。面目ない。そうだ、まだレース開催までは時間がある。一度私の研究所に遊びに来るといい。ビクトリーズのメンバーにもぜひ会ってもらいたいしね。あ、待ってるよ。無理にとは言わないが、いい返事を期待しているからね。それじゃ。数日後、土屋研究所に見学に来ました。女性をエスコートする列、できる子。列でいいよ。僕も初めて来た時は驚いたよ。じゃあちょっとここで待ってて、博士を呼んでくるから。いや、よく来てくれたね。
ここではもうすぐ始まる世界グランプリ大会に備えてマシンに関するあらゆるパーツを研究開発しているんだ。ああ、今回の世界グランプリ大会にはいろいろな国が参加するのは君も知っているね。他の国、特にドイツやアメリカはミニ四駆以外の他の分野からも最先端技術をマシンの開発に応用しているそうだ。これからは我々も従来の技術だけではなく、コンピューター制御などのハイテクを利用したマシン開発をしていくつもりだ。でも結局マシンの性能をコントロールするのは君たち自身だからね。いくら性能が良くてもマシンを扱う人間がしっかりしていなくてはね。ああ、もちろんだと。マシンは君たちレーサーが注ぐ愛情によって育っていくんだ。そうだ、今日はちょうど世界グランプリ大会の特訓でビクトリーズのみんなが集まってる。彼らの練習風景を見ていくといい。ああ、私はグレートサマースペシャルカップで優勝したからという理由だけで君をビクトリーズに推薦したわけではないよ。え、違うの？もちろん君のマシンセッティングの技術や判断力も素晴らしいと思う。しかしむしろ私はそれよりも君のマシンに対する情熱に惹かれたのだよ。技術面においても精神面においてもきっとビクトリーズの大きな力になってくれると思ったんだ。やはり無理なお願いだったんだ。ん？主人公ちゃん、ビクトリーズ加入を決意。それでは。そうか、よく言ってくれた。ありがとう。監督も承認してくれたことでビクトリーズ加入が正式決定。それじゃあ早速みんなに紹介しよう。みんなちょっと来てくれ。前にも話をしていたと思うが、今日は正式に世界グランプリの新メンバーについて発表したいことがある。みんなも知っての通り、今回の世界グランプリは戦力アップのためメンバーを一人増やすことにした。紹介しよう。僕は先に自己紹介しちゃったけど、改めてセイバレッジです。これからもよろしく。おっ、また会ったな。ま、この俺様がお前がグランプリレーサーにふさわしいかどうか見極めてやるぜ。この間の勝負の借りも返してないしな。ゴー君は一度負けてるくせにずいぶん偉そうでゲスな。あ、わてはミクミとお吉でゲス。これから大変だと思うでゲスが、頑張ってほしいでゲス。特にゴー君はあんまり相手にしない方がいいでゲスよ。なんだと、トキセ。わては本当のことを言ったまででゲス。いつものことだから気にしないで。さすがジェイ、冷静です。僕はジェイ、よろしくね。俺は高場亮。ゴーを破ったお前の走り、この目で確かめさせてもらうぜ。くしょう、やりやがったな。それはワテのセリフでゲス。なんだと。ほら、誰ともいい加減にしろ。やれやれ、これで全員自己紹介は終わったようだね。それじゃあみんな早速練習を再開してくれ。はい。そうだ、君に渡したいものがある。ちょっと来てくれたまえ。渡したいもの？これを見てくれたまえ。ビートマグナム TRF 仕様。そうだ、グランプリマシンとして改造したばかりだ。私から君へのプレゼント。まだこのマシンは生まれたばかりの赤ちゃんと同じようなもの。今日から自分のマシンとして育て上げてくれ。
そしてぜひこのマシンで世界グランプリ大会に挑んでほしい。ゴーはまだサイクロンマグナムなのにビートマグナムをゲット。頼んだよ。ビクトリーズに選ばれたからには目指すは優勝あるのみ。第1回世界チャンピオン目指して頑張りましょう。さてここまでがプロローグ。これから第1章のスタートです。そういえばこのゲームフルボイスかと思いきやそうではないんですよね。ちと残念。グランプリ仕様一番の特徴、GP チップの説明。GMC ガンマによってマシンボディの強度アップ。結局は腕次第、レーサーにぶん投げてきましたね。マシンの調整として、街角レースで誠くん、玉美先生、順とレース師勝利、そして世界グランプリ開幕。アニメでもあった各国代表の入場シーンをどうぞ。暑い国ジャマイカから情熱のリズムに乗ってやってきたクールカリビアンズ。チーム名とは裏腹にホットな走りが期待できそうだ。アニメではグランプリ戦は行われなかったクールカリビアンズ。そして北欧からの参加はオーディンズだ。ファイティングの荒々しさにも似た豪快な走りで我々を魅了してくれるのか。ゴーと同じタイプのニエミネンがエースであり問題児、オーディンズ。オーストラリアからは AR ブーメランズが参戦だ。広大な草原で一夜走り続けてるという彼らのタフな走りにみんなで注目だ。何気に最新モーターを使ってきて驚かされた AR ブーメランズ。続いてはアメリカから参加の灼熱のチーム、その名もサバンナソルジャーズ。チームメンバーが全員異常時で構成されているという、なんとも魅力爆発のアマゾネスチームだ。文字通り灼熱のような熱い走りを期待しよう。コーチがついてその実力が発揮されることになったサバンナソルジャーズ。そしてロシアからの参加は STSR シルバーボックスだ。その鋭い走りはまさに獲物を狙う金狐。一体どんな走りを我々に見せてくれるのか。チームワークは一番、ビクトリーズの鬼門と呼ばれるシルバーボックス。さあ、まだまだ続いてチームを紹介していくぞ。イタリアからはロッテストラーダが参加してきたぞ。情熱の国、イタリアならではの刺激的な走りを期待しよう。バトルレースを仕掛けてくるもその実力は本物、ロッテストラーダ。お隣の中国からは超四駆走行団ドンキの登場だ。メキシコ新興の国、中国からやってきた彼らは離れ技のような走りで我々を驚かせてくれるのか。アニメでは合流が遅れたエースコアン、ゲームでは最初から参戦か、ゴンキ。そしてアメリカからは優勝候補の前評判も高い NA アストロレンジャーズが登場だ。ついに登場したアメリカ最強のチーム、アストロレンジャーズ。バトルレースの本はアメリカで鍛え上げられたファイティングスピリットをその身にまとい、グランプリ優勝獲得のため参上したぞ。こいつはエキサイティングでダイナミックなすごいレース展開が期待できそうだ。最初から最後までビクトリーズのライバルとしてあり続けたアストロレンジャーズ。またまた優勝候補チームの登場だ。世界最高の技術とテクニック、この両方を合わせ持つ今大会の台風の目、その名もテ
チ。この走りは精密で固め、世界の頂点を狙うにふさわしい走りだ。これは各チームにとっても大きな壁になりそうだぞ。今季同様こちらも最初からフルメンバー、天才ミハイル率いるアイゼンボルク。さあみんなお待たせしたな。最後に入場してくるのは日本期待の新生チーム。アニメではグランプリマシンを仮入場、世界のライバルたちに挑戦状を叩きつけた TRF ビクトリーズ。まあ見ててよみんな、マシンの準備は OK かい？遅れるなよ。よし、行くぞ。おー、 TRF ビクトリーズ。なんてこれはリニューアルされたグランプリマシンと一緒に堂々の入場だ。名誉会長の岡田哲心先生による開会宣言に移ります。ただいまマイクのテスト中。じゃあ先生、マイクは OK です。それより宣言をお願いします。わかっとるわい。お前さんたち日頃の練習の成果を精一杯発揮して頑張って走ってくれい。世界グランプリの開会を宣言され。ゲームでもやっぱり恥をさらす鉄心のじいさん。先生、我々はミニオンレーサースクにのっとり頭脳と技術を結集し、力の限り正々堂々戦い抜くことをここに誓う。 NA アストロレンジャーズリーダーブレット・アスティア。いよいよ世界グランプリの始まりだ。くー、燃えてくるぜ。あんまり緊張しないで、リラックスリラックス。すぐにワテラのレースが始まるでげす。さあ準備にかかるでげす。頑張ろうな。アニメ同様、開会式直後にレースなんですね。やっとるかな。お前さん、いい目をしておるの。結構いけるかもしれんな。いや、こっちのことじゃ気にせんでいい。それよりレースの方で頑張るんじゃぞ。面白くありそうじゃない。それじゃあわしも観客席で見物させてもらうとするかな。アニメの初戦はドイツアイゼンボルフでしたが、ゲームではピコたちのいるクールカリビアンズ。アニメではグランプリレースを戦うことはなかったので初めての対戦となりますね。5カ国対抗レース、あれはチーム戦ではないのでノーカンということで。ゴーたちが話しているとクールカリビアンズ登場。
それではメンバーを選んでいきます。今回は勝ち抜きレース。両チーム3人の選抜、1対1の戦いをして相手の3人目に勝った方が勝者となります。対戦相手はクールカリビアンズということもあるので。ピコとレースしたことがあるゴート両を選出。あと主人公、仮に主人公が負けてもゴート寮が何とかしてくれるでしょう。さて、このゲームはマシンセッティングで全て決まると言っても過言ではありません。最初のレースのセッティングはこんな感じ。物語序盤は使えるパーツが少ないですからね。ほぼ最初のセッティングです。マグナムらしく走行指示派ぶっちぎり。あ、ビートマグナム TRF とトライダガーもほぼ同じセッティングと走行指示です。それでは世界グランプリ第1戦スタートは出遅れてしまいましたが、ジャミン RG を最初のカーブ前で抜きました。遠いか、スーファミのゲーム、ミニ四駆シャイニングスコーピオンもそうでしたが、スタートのタイミングが難しいんですよね。うまくスタートダッシュを決められたことがありません。さて、今作はいかにもレースゲームっぽいですが、残念ながらマシンの操作はできません。レース中にできるのはボタン連打で必殺ゲージを貯めることと、この必殺技をいつ打つかです。カメラの視点切り替えもできますが、レースに影響はありません。見やすい画角に調整するだけです。さて、最初のレースだということで一周目を流しましたが、クールカリビアンズが相手だからか、全く苦戦することがありませんね。まあ、アニメでも一勝しかすることができなかったチームですしね、仕方ないね。というわけで、2周目以降は倍速でお送りします。2周して先にゴールした方の勝ちですが、1周目の時点ですでに大差がついてしまっていますからね。アストロレンジャーズに勝った時のような、とんでもないオフロードでもない限りピコたちには負けないでしょうね。さあ、レース終了です。勝ち抜きのためこの後、ピコとタムタムともレースしましたが圧勝。無事初戦突破しました。子たちのいいところは負けていても最後まで頑張るところですね。アニメのクールカリビアンズ最終戦、決勝レースに出られないことが決まっていても最後まで戦う姿には感動させられました。列も病室で立派だと言ってましたしね。子供に丸投げの博士。同時優勝なら列も。あれですね。リーダー決めるのでさえもメルビクトリーズ、主人公ちゃんが加わってもさすがビクトリーズといった感じです。正義の阿弥陀くじ、寮からまさかの風水という意見。レースには勝ったものの前途多難なビクトリーズ、第1レースも終わったのでこれで今回の動画は終わり、と、言いたいところですが、クールカリビアンズに勝ったことによってイベントが発生。頑張れ名コンビ、それいけ運動会レース。というわけで第1話エクストラステージ、運動会レースに参戦。デカゴーたちと同じ小学校だったんですね。昼休みのアトラクション、ミニ四駆風鈴小学校杯運動会レース、飛び入り参加者を受け付けております。皆様のふるってのご参加をお待ちしております。レッツ兄貴、俺たちも昼のレッスン出ようぜ。何言ってんだ、
俺たちのマシンは調整で博士に預けたままじゃないか。あ、いけね、そうだった。つまんねえな。あ、やっと見つけたダス。みんなお昼のレースには出場するんだすか？僕たちは出ないけど、それがどうかしたの？困ったダス。チームバトルレースだから誰か相手がいないと出場できないダス。リオはどうしたんだ？アンちゃんは今日は来てないダス。グランプリの次の対戦相手に偵察に行ってるダス。かわいそうじゃない。誰か出てあげたら？ダメ、俺たちマシン持ってきてねえもん。まあ今回は秋。どうしたんだアコ？よかったな。ほらちょうどいいパートナーがやってきたぜ。ほんとだ。よう、今マシン持ってるか？頼むダス、一緒にレースに出てほしいダス。次郎丸くん、パートナーがいなくてお昼のレースに出られないんだよ。頼むダス。やったダス、レースに出られるダス。ありがとうダス。助かったダス。よかった、これでレースが面白くなりそうね。ジュン、お前もレースに出るのか？もちろん、タナミ先生と一緒にね。お前のマシンはどうするんだよ？私には土屋博士から借りてきたマシンがあるから大丈夫よ。あ、そのマシンはマグナムセーバーじゃねえか。え、溶岩で溶けたマグナムセーバーがなぜ？よくできてるでしょ。レプリカなんだけど、レースで走るには十分でしょ。なんだレプリカか。さあ、行きましょう。もうすぐレースが始まるわよ。頑張ろうダス。さあ、風林小学校主催のスペシャルアトラクションミニ四駆風林小学校杯運動会レースの始まりだ。司会はもちろんこの私、ミニオンファイターだ。それじゃあみんな、張り切って行ってみよう。どうしてファイターがここにいるんだ？さあ、玉美先生に会いに来たんじゃないか？こら、君たち、そんなこと。はっきり言われると、照れるぞ。それでは運動会レースです。コースはシンプルな街角コース。4人が同時に走って1位を取ったチームの勝利です。さあ、いよいよスタートだ。またもスタート失敗。4人が並んでスタートするタイプのレースですと、マシン同士がぶつかり合いまくります。混戦をいかに抜け出すかが勝利の鍵になりそうですね。で、すでに圧倒的リードをしています。グランプリマシンが普通のマシンと戦えばこうなりますよね。あ、必殺ゲージが溜まったら惜しみなく使用していきます。ただでさえリードしているのにさらに差が広がる一方、あまりにも見どころがないため一周目を待たずに倍速でお送りします。はい、ゴール。2位のマグナムセイバーレプリカ2歳8秒以上の大差。一応ポイント制のレースですが、1位が5ポイントもらえるので1位になったチームが勝利です。やったダス、やったダス。いやぁ、負けちゃったじゃないの。悔しい。どうだすか、これがオラたちの実力だ。次郎丸は3位でしたけどね。はいダス。そうだ、忘れないうちに渡しておくわね。あれ、ファイターさんから渡してくれって頼まれたんだけど。ファイターさんが土屋博士に頼まれて、土屋博士はテッシー先生から頼まれたらしいわよ。無責任人たちだな。レース勝利によって新パーツゲット。はい、いいお返事ね。みんなお疲れ様、いい勝負だったね。どっちが勝っても全然おかしくないレースだったよ。え、あんなにぶっちぎったのに。勝因はレース経験の差かな。お前どう思う？理由は
ただ単にジュンたちが遅かっただけだろ。まあ、何よゴーその言い方、どういう意味よ。決まってんじゃねえか、まだまだ努力が足りねえってことだよ。もう、あったまきた。たまみ先生、ゴーのやつあんなこと言ってますよ。まだまだ努力が足りないのかしら。先生、ほら、たまみ先生はわかってるじゃねえか。ゴー君も勉強でもっと努力してくれれば、今よりずっといい成績が取れるのにね。痛いところ疲れた。なんでそんな話になるんだよ。お前が余計なこと言うからだよ。でもそっちの方がきっとレースより大変だろうな。レース兄貴まで。ご視聴ありがとうございます。今回はこちらのゲーム、ミニ四駆爆走兄弟レッツエンゴー WGP ハイパーヒート、こちらの第2話からです。それでは早速やっていきましょう。クラブ活動をしつつビクトリーズの練習、ハードスケジュールな主人公ちゃん。リムジンだと、覆面レイサーズ、アニメでもやってましたね。速攻でバレたゴー。オーディエンズ代表のニエミネン、ゴーと同じタイプですね。ミニ四駆はスピードだという言い分はまだしも、なぜ覆面レーサーになったのかの説明話ですか。そうですか。お、冷静な返しをする主人公ちゃん。こんな言い方をすれば主人公ちゃんはともかく闘吉が起こるぞ。ほら。最初は止めに入るも挑発され怒る主人公ちゃん。お、レースで決着をつけるという流れに。あれですね、主人公ちゃんも思っていた以上に脳みそレーサーでしたね。ゲームをやる前は烈や J みたいな冷静なタイプだと思ってたんですけどね。さて、グランプリ戦前に街角レースに参戦、次郎丸、淳、誠くんに勝利し新しいパーツゲット、そしてグランプリ戦へ向かいます。今日のレースで一番速いやつを決めるという話ですね。そういえば、誰が速いかを決めるって話は他のみんなに言ってないんですよね。
あ、疑われてる。勘の鋭い列に怪しまれてはいますが、それではレースに挑みましょうか。今回のレースはマッチレース。メンバーは誰が一番下位争っていた3人から選択する形になります。今回は主人公ちゃんとゴーを選択。マッチレースは2人ずつを選出して1位を取ったチームの勝利です。最速はともかく2人には頑張ってもらいましょう。それではセッティングです。街角レースで純也誠くんから超速ギアやマッハダッシュモーターをもらっていたので装備しておりますが、今回のレースはテクニカルコース。最高速度よりも加速性能に優れたモーターやギアに変更しました。残りのシャフトやローラータイヤなんかは変更しておりません。物語序盤ですからね。まだまだ使えるパーツが少ないんですよ。セッティング一覧はこちらになっております。まあ、普通といった感じですね。GO のサイクロンマグナムもほぼ同じセッティングとなっております。違うのは走行指示。 GO は直線重視のぶっちぎり、主人公ちゃんはコーナー重視の指示です。それではセッティングも終えたのでレースに挑みましょう。あ、オーディンズのメンバーはリーダーのワルデガルドではなく、マルガレータとニエミネンなんですね。それではレース、さあ、いよいよスタートだ。スタート。しかし安定のスタートダッシュミス。ですが加速重視のセッティングのおかげで、第1コーナー前で2位に浮上。現状ビクトリーズの2人が1、2を独占。そしてあれだけ映っていたニエミネンがビリ。このレースは楽勝かと思いきや、おう、味方同士でぶつかり合って減速という。しかもその隙にホワイトナイトに抜かれた。お、ゴーが勝手に必殺技マグナムトルネードを打っています。コンピューターが勝手に操作してくれてるみたいですが、マグナムトルネードを打ってもビリ状態という。あ、気づいたら主人公ちゃんトップになってますね。サイクロンマグナムと接触して抜かれた時はどうなるかと思いましたが、1位になっただけでなく、かなり差を開けれてますね。お、ニエミネンも必殺技を打ってくるんですね。とはいえこれだけリードがあればもう勝敗は決したと言っていいでしょう。てなわけで2周目からは倍速でお送りします。ホワイトナイトが必殺技を打つ頃にはこちらも必殺技ゲージが溜まっていますからね。もう追いつかれることはないでしょう。さて、せっかくの主人公ちゃんゴールシーンでしたが、ニエミネンの必殺技発動で画面が消されてしまいました。まあ圧勝だったからいいか。後続も全員ゴール、2位のニエミネンに3秒以上差をつけることができました。合計ポイント6対5で私たちビクトリーズの勝利です。ニエミネンたちより味方同士での接触が大変でしたけどね。あ、この列の反応。あ、ニエミネン。あ、バカ。チーム戦なのに勝手なことしたら空怒るわな。バレてもなお反省しない両名。あれ？いつ列がリーダーになったん？あ、いつの間にか阿弥陀でリーダーを決めてたんですね。
鉄心のじいさん登場。わかりやすく調子に乗り始めました。その覆面、グランプリ会場にまで持ってきてたんですね。さて、グランプリレースは無事終了。3秒以上差をつけての勝利だったのでイベントが解放。玉美先生からの挑戦、恐怖の問題集レース？それではイベントレースに行ってみましょう。今日は練習も休みだし、たまにはのんびり帰るってのもいいもんだよな。なんだかゴーらしくないセリフだな。しねえか。ん？そういえば、あ、たい焼き屋じゃねえか。そういえば、なんだか腹減ってこねえか。よし、買いに行こうぜ。おい、買い食いすると怒られるぞ。たまみ先生に見つかったら。あら、誰に見つかったらなんですって。あちゃー、噂をすればたまみ先生登場。あー、たまみ先生、いや、あの、そのこれには深いわけか。笑ってごまかそうとするゴー。でもまあごまかしきれないですよね。あははは、じゃないでしょ。何やってるの一体。学校の帰りに買い食いしちゃいけないってあれほど言ってるでしょ。素直に謝れる主人公ちゃん、それだけで偉い。ゴー君は、だってよ、第一声が言い訳はあかんて。だってもヘチマもありません。罰としてこの問題集100ページ、明日までに全部やってくること。いい？問題集100ページはさすがに多すぎでは？一日では無理でしょ。そんな、せっかくの休みが。買い食いの罰とはいえさすがにかわいそうになってきますね。先生、すみません。僕の方からきつく言っときますので、今回は許してやっていただけませんか？別の発言、まるで保護者。先生に勝ったら今の話はなしにしてあげてもいいわよ。どう？勝負してみる？あれ？これって先生がただレースしたいだけなのでは？何？そんなんで許してくれんのかよ。いいぜいいぜ、お安い御用だ。でもゴー君だけじゃダメよ。みんなで走らなきゃ。みんな？え？あら、いいじゃない。みんなで一緒に走りましょうよ。しょうがないな、やろう。話がわかるじゃないの。それじゃあゴー君はレツ君と一緒に走ってね。君は私と走るのよ。いいわね。先生の提案でチーム戦になるようです。そうよ、わざと負けたりしたら問題集100ページだからね。つまり負けた方が100ページやる。絶対に負けられない戦いがそこにはある。俺とレツ兄貴で走れば絶対に負けるわけがないぜ。な、レツ兄貴。たまみ先生、走りはどうするんですか？そうか、急な提案だからマシンなんて持ってないですよね。レツ君、あなたのソニックセイバーを貸してもらうわね。え、セイバー？え、溶岩に落ちて溶けてしまったはずでは。
それともソニックセイバーのレプリカ？よーし、絶対に勝ってやるぜ。疑問はスルーされレースへ。とまあ、そういうわけで恐怖の問題集100ページをかけたレースがいよいよ始まんぞ。どこからか現れたファイター。あるファイターさん、いつの間に。僕はいつでも玉美先生のおそばにおります。まあ玉美先生もまんざらじゃなさそうですね。さあみんな準備はいいか。レースは街角コースを使用、セッティングはオーディンズ戦のままです。チーム分けはされましたが、1対1のレースを2回やって合計タイムで競う形となっております。それでは第1レースは主人公ちゃん対ゴー、レディーゴー。スタート自体は負けていますが、すぐに追い抜けました。ゴーが使ってくるのはサイクロンマグナムではなくビクトリーマグナム、グランプリマシンではないからか差がどんどんと開いていきます。というか V マグナムは破壊されて手元にないはずなのに、なんであるんですかね。V マグナムは必殺技を使ってきませんが、こちらはガンガン使っていきましょう。すでに十分なリードを取ってしまったので、ここからは倍速。圧倒的なリードなのでしょうがないね。はい、圧勝です。今ようやくゴーもゴール、5秒以上の差をつける結果となりました。さて、お次は玉美先生対列、ソニックセイバー対ヴァンガードソニックの対決です。ある意味夢の対決ですが、アニメストーリーで言うと両方もう存在しないはずなのに、なんであるんですかね。まあそれは置いておいて、レディーゴー。やっぱりスタートで負けてしまいますね。しかしフライングした場合、とてつもないペナルティタイムが加算されてしまうみたいなので、そうなるぐらいならこれぐらいのスタートで十分なのかもしれません。と、スタートの下手さの言い訳をしておきましょう。さて、玉美先生が使っているソニックセイバーですが、プレイヤーはスタートの時以外全く操作できません。セッティングや走行指示も出せません。攻略本によると、ソニックセイバーは確実に負けるので主人公の君がどれだけタイムを稼げるかが重要だ、とのことです。確実に負けると書いてあるので2周目は倍速でお送りします。ゴートのレースで5秒以上タイムを稼いでいますが、果たしてどうなるか。列のヴァンガードソニックが先にゴール、そのすぐ後に玉美先生のソニックセイバーもゴール。あ、これは合計結果を見るまでもないですね。合計タイムの結果、主人公ちゃんと先生タップの勝利です。嘘だろ、俺たちが負けちまうなんて。ゴー君、それじゃあ約束通り明日までに問題集100ページやってくるのよ。いいわね。なんてこった。ああ、そうだ、これ土屋博士からあなたたちに渡すように頼まれてたの。はい。レースに勝ったからか、このタイミングで新しいパーツをもらいました。あ、これはすっげーすっげー。あなたたち、もう学校の帰りに買い食いなんかしちゃダメよ。はい。はい、よろしい。じゃあレツ君、マシンどうもありがとう。はい。あ、はい。よくよく考えると、レツは2台もマシンを持って学校行ってたの？ん？何そんなにマシンをジロジロ見てるの？よかった、どこも壊れてないな。なんだか借りたっていうより、言ったかしら。そう、皆さんとってもお勉強したいみたいね。あれ、それじゃああなたたち全員明日までに問題集200ページずつね。200ページ？レース勝ったのに職権乱用が過ぎる。200ページ？お勉強の好きな生徒を持って先生とっても嬉しいわ。罰としてやらせようとしているのに、この言い草やばすぎでしょ。なんでこうなるんだ。さて、オチもついたところで今回はここまでとなります。次回は AR ブーメランズ戦、お楽しみに。ミニ四駆爆走兄弟レッツエンゴー。ご視聴ありがとうございます。ハイパーヒートの第3話。
土屋研究所でチームミーティングを行うところからスタートです。今度の相手はオーストラリア代表の AR ブーメランズ。耐久レースで力を発揮するネイティブさんがマシンです。ソーラーシステムを搭載することでバッテリーの持ちが異常に良いです。アニメではソーラー部分の汚れを落とすワイパーまでついてましたね。バッテリーの消耗がないマシン、言葉にするとヤバすぎますね。まあ、ゲームにはバッテリーの消耗といった概念はないので問題ないですかね。次のレースはリレーレースであることが判明。しかし、リレーといっても普通の1対1のレースを3回やるだけです。バトンタッチなどは特にないので問題ありません。チームのまとまり、ビクトリーズには無縁の言葉です。あ、土屋博士ドン引きしてますね。さて、ミーティングも終わったので街角レースに参戦しました。第3章での相手はゴー、ビクトリーマグナム、タマミ先生、ソニックセイバー、アバンテマコトくん、セイバー600、カッコセイバー600、全員に勝利して無事パーツもゲットできました。それではグランプリ戦前に土屋博士に話を聞きに行きます。対戦相手の AR ブーメランズの新情報はないかな？最新モーター？グランプリ途中から導入されたサンシャインモーターかな？アニメグランプリ編17話、嵐の中の大作戦、ニューモーターにかけろを思い出しますね。あれは素晴らしい回でした。それではグランプリ戦に行こうと思いますが、集合場所を間違える主人公ちゃん。あ、誰かにぶつかってしまった。たまたまぶつかった相手はブーメランズのリーダー、ジム・アレキサンダー。ブーメランズのリーダー、ジム・アレキサンダー。無印編ではアメリカチャンピオンとして名前だけ登場してましたね。すぐに J の姉、R に負けたみたいですが。主人公ちゃんは集合場所を間違え、ジムは迷子。この二人大丈夫なんでしょうか？そりゃ意味がわからないですよね。ブレッド、そしてアストロレンジャーズ。あ、ゴーのこの反応、今作では初対面なんですね。アニメではグランプリ前から色々あったアストロレンジャーズ登場。グランプリ戦だけでなくプレグランプリやクサレースでも戦いましたね。自己紹介文が長すぎでは？ゴーは常に自分が出ることを疑っていないですね。
みんな大好きハマーディ。あ、このセリフハマーが言うんですね。エリート意識がめちゃくちゃ高いですね。ビクトリーズに感化される前は確かにこんな感じでしたっけ。さて、気合も入ったところでメンバー決めです。今回はリレーレース。各チーム3人の代表を出し、その3人の合計タイムが速い方が勝者となります。選出メンバーは主人公ちゃん、よう、こうにします。今回のコースは高速型が有利なためこの3人を選出しました。それではセッティングタイム。このゲームはコースに合わせたセッティングができるかどうかで勝敗が決まります。今回のコースは高速型のためそれに合わせたセッティングを行いますが、これがかなり難しいです。街角レースで新しいパーツをもらえるので、性能の高いパーツを使用するようにしたら謎か遅くなったりします。コースに合っていないというより、マシンの重量やバランスが大事みたいです。正直、攻略本がない状態で初プレイしていた時にはこの AR ブーメランズ戦で詰みました。いやマジで、私が下手なせいもありますがビクトリーズのメンバー全員が勝てませんでした。あまりに悔しかったので攻略本を買い、最初からやり直しブーメランズ戦に挑むことにしました。第1章でしか取れない攻略に必要なパーツを入手してなかったんですよね。そんなんわからんて。攻略本を使わず、自力で全クリできた方がいたらぜひコメントで教えてください。できた方は本当にすごいと思います。さて、そんなこんなでセッティングはほぼ完了しました。セッティング一覧はこちら。基本は高速セッティングですが、攻略本を参考にリアホイールだけノーマルにしました。リアモナローワンにするとなぜか遅くなります。セッティングも終えたのでいざレースへ。リレーレース、最初の一組は主人公ちゃん VS バーニー。オフィシャルファンブックによると、リーダーのジムに次ぐ実力者だそうです。それでは世界グランプリ第3戦。スタート。やっぱりスタートで出遅れてしまいましたね。お、何度か接触している間にいつの間にか抜いていました。これはラッキー。抜けたのはいいですがほとんど差はないままですね。今までの相手よりもやはり格段に速いです。必殺技を打ってもすぐ真後ろにいます。で、飛んだ？おう、普通に着地してくれて何より。飛んだあたりから差が大きくなってきていますね。狙ったわけではなかったのですが勝っているので良しとしましょう。ここから先は一箇所のコーナー以外全てストレート。超高速セッティングの力でリードを広げたいところです。まあまあ差が開いてきましたね。最初こそ差が全然ありませんでしたが、一周目を終える頃にはある程度リードできていたので二周目は倍速です。しかし、このレースは3人の総合タイムが重要です。最後まで集中してレースは進めますよって。そして圧倒的リードを作った状態でゴール。結果主人公ちゃんだけで約6秒ものリード。この調子で2人目のようにバトンタッチ。ようの対戦相手はブーメランズのリーダー、ジムアレキサンダー。さあ、いよいよスタートだ。安定のスタートミス。いや、わざとではなくマジでやってるんですよ。これでも。よし、荒い走りですが必殺技発動でジムを抜きました。あ、ジムも必殺技を打ってくるんですね。負けじとトライダガーの必殺技を発動させますが、差がなかなか広がらないですね。むしろコーナーでぶつかり減速、大丈夫でしょうか。うお、ジムすぐ真後ろですやん。下りの直線になったら一気に引き離しました。
この調子なら大丈夫そうですね。アニメでのブーメランズ戦は2回ありましたが、2度目の対戦の時、アクシデントにより東吉の3人は途中リタイア。レース自体はレッツとゴーのワンツーフィニッシュで勝ったものの、両個人としては悔しいレースでしたでしょうからね。このレースではしっかりジムに勝ってほしいところです。まあ、1周目の終わりにはリードしていたので2周目は倍速でお送りしております。2周目は特に波乱もなくリードした状態でそのままゴール。アニメでは悔しい思いをしたであろうよう、ゲームではしっかり勝ち切ることができました。それではアンカー戦、ゴー VS ローラン、熱い走りを見せてもらいたいところですが。はい、びっくりするぐらい見どころがないレースだったためカットですカット。攻略本がない状態だとブーメランズに30秒以上差をつけられて負けたのが嘘のようです。合計タイムは15秒近く差を開けての大勝となりました。ブーメランズ勝利は本当に嬉しい。ぶっちゃけ10回以上負けましたからね。ここでゴーはブレッドと呼んでいますが、正しくは、ブレッド、です。ゲームでもよく誤食されるブレッド、ドンマイ。攻略本を買おうと思わされるほどマジで強かった。サンシャインモーターではなくまだシャインモーターだったんですね。犯人はそれかな？ミニ四駆イコールカット日というゴーらしい発言ですね。レース自体は無事勝利することができましたが、アストロレンジャーズがデータ収集していたみたいですね。バックブレーダーの星の意味、これは原作漫画の方で説明がされていましたね。チームを戒めるリーダーブレッド、一瞬調子に乗るもすぐに気を引き締めるエッジ。原作やアニメとは違う表現ですが強者感がありますね。第2話で勝手にスピード勝負を受けていた東吉がチームワークを口にするとは、これに関しては成長したと言っていいのかな？口喧嘩をする点は変わりませんが。自分から気づくもの、さすが土屋博士いいこと言いますね。土屋博士、監督役も大変ですなぁ。さて、ゴーたちは他っておきましょうか。ブーメランズに3秒以上の差をつけて勝ったのでイベント開放です。アメリカ、ジャマイカ、オーストラリア、嵐を呼ぶチーム代表選抜レース。それではイベントレースに行ってみましょう。みんな聞いてくれ。今度チーム代表選抜レースが行われることになった。チーム代表選抜レース？あ、そうだ。このレースは世界グランプリと違い、純粋にレーサー個人の実力を競うものだ。各チームから1名を代表として参加させることになっている。それで？今回我々ビクトリーズはアストロレンジャーズ、AR ブーメランズ、クールカリビアンズの代表者と対戦することになっている。ここで今回のうちの代表者なんだが、もちろん俺が代表だよな。なんだ博士。ああ、ゴー君ずるいでゲス。こういうのは公平に決めるでゲス。そうだ
お前なんかよりあんちゃんの方がずっと早いだす。ほら、次郎丸やめないか。うるせえ、俺が出るんだ。いや、わけでげす。あんちゃんだす。みんな落ち着いて。みんなが出たい気持ちはわかるが、今回は私に決めさせてくれないか。うん、代表選手には君に出てもらおうと思っているが、私はこれでもみんなの実力を把握しているつもりだ。でも君の能力だけはまだ未知数だからね。ちょうどいい機会だと思ってるんだ。どうだろう、出てみないかい。僕もそう思うよ。ぜひ出てみなよ。そうか、そう言ってくれると思ったよ。みんなはどうかな。僕は構いません。博士の言うことなら。そうでですね。ゴー君はどうかな。し、そういうことなら仕方ねえな。今回は譲ってやるか。決まりのようだね。それじゃあ、頑張ってくれたまえ。イベントレースは主人公ちゃんが出場することになりました。早速レース会場へ。なのかということは、アメリカの選抜選手はやはりブレッドですか。珍しいな。俺はてっきりあのうるさいやつが出てくると思ったんだよな。うるさいってのはなんだ。なんだ、お前いつからいたんだ。うるせえ、知ったことか。まあそうカッカするなよ。どうせお前は今日のレースには出てこないんだろ。レースに出ないのなら今日は俺の華麗な走りを見ていくんだな。誰がお前の走りなんか見るか。ほらもうやめろ。すまないブレッド、今回は世界グランプリじゃないから君のことも応援してるよ。サンキューレッツセイバー。ただしグランプリ本戦では容赦しないけどな。オッケー、楽しみにしてるぜ。じゃあまた後でな。俺様のことうるさいやつだなんて。おい、絶対負けんじゃねえぞ。お前ら、アストロレンジャーズだけが強敵だと思ってたら大間違いぜよ。この間のレースの借りを返しに来たぜよ。なんだ、またやられに来たのか。何を言ってるぜよ。見くびってもらったら困るけん。今回のソーラーシステムは大幅に改良してやるぜよ。前回と同じだと思ったら大間違いぜよ。面白くなりそうだな。ピコも頑張る。今日のレースピコが勝つ。よーピコ、元気だったか。張り切るのはいいけど、張り切りすぎていきなりリタイアなんかすんなよ。大丈夫大丈夫、ピコいつもクールね。いつもって全然クールじゃないような気がするけど。頑張れよピコ。オッケー、ピコ頑張る。代表選手諸君、心とマシンの準備は OK かな。そろそろスターティンググリッドに集合してくれ。おー、ピコ今行くね。腕が鳴るぜよ。
頑張ってね。負けんじゃねえぞ。それでは選抜レースに行ってみましょう。さあ、お待ちかねのチーム代表選抜レースの第1回戦がいよいよ始まるぞ。みんな気合を入れて走ってくれよ。選抜レースのコースは火山コース。見た目以上にテクニカルコースとなっているので、セッティング変更、超速ギアからスーパーカウンターギアへ変更、それ以外はブーメランズ戦のままとなっています。セッティング一覧はこちらです。走行指示も変更しておきます。高速コースの時は直線重視の走りを選択していましたが、火山コースではコーナー重視の確実に走るを選択。それではレース本番に行ってみましょう。それではチーム対抗選抜レース、さあいよいよスタートだ。スタートではネイティブさんがトップ。混戦を抜け出すため必殺技を打ちます。なんとかトップになれましたが、後ろから接触されてますね。さすがに各チームリーダーが出てきてるだけあって、レベルの高いレースです。すぐ後ろにネイティブさん、バックブレーダー、ジャミン RG が見えますね。一周目も半分が経過しましたが、ほとんど差がありません。必殺ゲージを貯めるためボタン連打を必死の行走で行っております。え、ジムも必殺技打ってくるの？これは負けてられない。ゲージが溜まったら即必殺技を打っていきますよ。ブレットも必殺技発動、バックブレーダーのパワーブースター。しかし1周目は1位の状態で通過。このままリードを保ちたいところ。やばい、なんかめちゃくちゃ攻撃されてる。4台のマシンがほぼ同じ位置。この混戦を抜け出さないと勝利はない。あ、バックブレーダーがさっき接触しまくっていましたが、いつの間にか2位に浮上していますね。正直原作やアニメを考えると、ネイティブさんよりバックブレーダーが後ろを走っている方が怖い。ケツからまくるのが最高にかっこいい勝ち方という人ですからね。最終盤でまくってきそうで怖いです。レースも終盤ですが、すぐ後ろにバックブレーダー。お、ストレートで少し離せた。危ない、ギリギリでしたが選抜レース無事1位になれました。今までで一番際どい勝利でした。は驚いたぜ。まさかバックブレーダーが負けるなんてな。本当ぜよ。ネイティブさんも前よりパワーアップしてるはずなのに。おかしいぜ。ピコも頑張ったのにどうして。すごいじゃないか。僕も驚いたよね、ジェイ君。うん、確かに予想以上に速かった。マシンも本人も確実に成長しているのか。どうだ、思い知ったかお前ら。なんでお前が勇気に。俺たちはお前に負けたんじゃないぜよ。あ、そりゃそうだけどよ。まあいいさ、俺も少し甘かったようだな。ブレット、ま、この借りは世界グランプリ本戦の方で返させてもらうぜ。次はバックブレーダーの本当の力を見せてやる。俺も負けないぜ。ピカマ、ピカマ。おめでとう。やっぱり君をレースに出してよかった。マシンも君も確実に成長しているようだね。今の君ならこのパーツももう十分扱えるだろう。君の走りを見てから実戦投入しようと思っていたんだ。まだ試作品なので1個しかないが、とりあえず君に渡しておこう。イベントレースも無事勝利、新パーツも手に入れたところで第3話はここまでとなります。ミニ四駆爆走兄弟レッツエンゴー WGP ハイパー
ーヒート！ご視聴ありがとうございます。今回はハイパーヒートの第4話、土屋研究所での一幕からお送りします。いきなり驚いている土屋博士。どうやら次の対戦相手、サバンナソルジャーズのメンバー表に驚いている模様。で、鉄心のじいさんの差し金でしたかそうですか。わしじゃよ。このセリフだけだとアガサ博士を思い出しますね。自分の力を信じられん奴には、運命を変えられん。それっぽいことを言っていますが相手の監督に助言した説明にはなってない。さて、主人公ちゃんたち選手にも対戦相手がサバンナソルジャーズであると伝わったようです。この対決前はマシン変更やコーチを招集していなかったので3戦全敗。調子に乗りやすい号、東吉、主人公ちゃんは楽勝と高をくくっています。フラグですね。土屋博士が来たのでミーティング開始です。まずは対戦相手、サバンナソルジャーズの分析ですね。さすがというかなんというか、勉強熱心なレツヤ J は弱いマシンと侮らず、しっかりと分析をしていました。レツ曰く、セッティングやプログラミングミスではなく、マシンの限界が来ているのでは？とのことです。冷静に相手を分析しているレツたちをよそに、お調子者たちはミーティングは必要ないと楽勝ムード。しかしここで土屋博士からマシン変更があったとの知らせ、そしてそのマシンの名前とは BS ゼブラ。 BS だけでは何の略かはわからなそうなのに、速攻でビークスパイダーゼブラだと当てる列、さすがですね。とはいえ、なぜビークスパイダーがサバンナソルジャーズにあるのかという最もな疑問。博士によるとサバンナソルジャーズに加入した新コーチがいるとのこと。ビークスパイダーの使い手、沖田海と因縁のあるようや J はすぐに気づきましたね。沖田海がサバンナソルジャーズのコーチをしていることに、楽観的だったゴート東吉もさすがに驚いています。無印編のサマーレースはもとより、多くのレースで戦った相手ですからね。どんな走りをするかは現状わかりませんが油断できません。土屋博士によると、サバンナソルジャーズの BS ゼブラは、ゴーたちが戦ったあのビークスパイダーの5倍能力がアップしているとのこと。5倍は盛りすぎでは？沖田海と一番因縁があるよう、トライダガー X を破壊されましたからね。ビークスパイダーが相手ということで一番気合が入ってそうです。ビークスパイダーゼブラがビークスパイダーの強化型マシンということはわかりました。しかし、ゴータチビクトリーズのマシンも無印編の頃より強化されています。相手を恐れすぎず、まずレース直後は GP チップにコースを学習させるという戦術で話はまとまりました。それでは、レース前に街角レースなどでマシンの調整を行いましょう。街角レースでは東吉の妹チーコ、ジュン、ジロー丸の3人と戦い新パーツをゲットしました。パーツ獲得も終えたので、それではグランプリ戦に行きたいと思います。今日の対戦カードは、日本代表 TRF ビクトリーズ対、アフリカ代表サバンナソルジャーズ。コースはサバンナソルジャーズのホーム、サバンナサーキットです。アニメではアクシデントもあり、一人以外全員リタイアとなるレースでしたが今回はどうなることやら。主人公ちゃんは楽観的ですね。どんな相手が来ても平気平気って。それに比べようは海たちを警戒してますね。さすがです。最初は楽勝だと言っていた東吉もしっかりサバンナソルジャーズの情報を集めていたんですね。しかしさすがゴー、未だに慢心してくれてます。沖田海、登場。そしてサバンナソルジャーズのリーダー、ジュリアナ。3連敗後に新マシン、新コーチ加入ということもあってめちゃくちゃ気合が入っていますね。沖田海曰く、グランプリコーチになった理由はゴーたちに借りを返すためとのこと。そしてグランプリマシン、いや、スーパーグランプリマシン、BS ゼブラは自分自身であると宣言、海自身も闘志を燃やしていますね。さあ、カイやジュリアナに挑戦状を叩きつけられたビクトリーズの面々。ビークスパイダーゼブラを警戒しつつも気合は十分。それではレースに行ってみましょう。今回のレースはマッチレース。各チーム2人を選出しその順位で競います。ビクトリーズからは主人公ちゃんとリョウを選出。沖田海が相手といえばやっぱりリョウは外せないですよね。それではグランプリ第4戦、スタート。安定のスタートミスをするも。味方同士で接触。
必殺技でなんとか立て直すも1位2位がサバンナソルジャーズに取られてしまっています。あ、チリアナたちも必殺技を打ってくるんですね。早めに追い抜かないと。お、ナオのネオとライダガーも必殺技を発動しています。現状ギリですがなんとか頑張ってもらいたいところ。で、気づいたら主人公ちゃんがトップに。切り裂く刃、ウィングブレード、BS デブラにもしっかり搭載されています。アニメでは最初のサバンナソルジャーズ戦で火災の原因を作ったヤバい機能ですね。敵味方問わず必殺技をみんな打ちまくっていますね。順位変動が激しい。とりあえず1周目はトップの状態で通過。主人公ちゃんはリードできているのでここからは倍速。お、今日も順位を上げてきましたね。ビクトリーズが1位2位を独占状態。このままワンツーフィニッシュを決めたいところです。アニメではサバンナソルジャーズとの最初のレースは負けていましたが、主人公ちゃんがトップでゴール、さらにヨウも2位でゴール、ビクトリーズのワンツーフィニッシュで勝利です。さらに3秒以上差を開けての勝利だったのでイベントレースも解放されます。かいわく完全なる勝利というやつですかね。いや違うか。まあ何はともあれサバンナソルジャーズに勝利して喜ぶ一同。ゴー、カイをめちゃくちゃ煽りますね。けど一番悔しがっているのはリーダーのジュリアナのようです。でもそりゃあそうか。今までで最高のマシンを使い、コンディションも良かったわけですからね。未勝利の4連敗はリーダーとして思うところあるでしょう。で、祖国に帰ろうとしてますやん。あ、カイ、帰ろうとするのは止めないんですね。しかし、今のジュリアナたちでは完全なる勝利を手にすることはできないだろうと諭します。むしろレースに出る前から負けているとのこと。あ、ジュリアナの走りにかつての自分を重ねていたんですね。今のジュリアナはかつての自分同様、ミニオンレーサーの誇りが欠けていると。レース前にカイがマシンに行った調整、何か特別なことをしたのかと思いきやそんなことはなかった。普通のメンテナンスをしただけ。かつてのカイにはなかったマシンを愛する気持ち、ゴーたちと戦ったことによってそういった気持ちが芽生えたんでしょうね。そしてカイが今目指しているのは完全なる勝利、レースに勝つだけではない心の勝利。いい言葉です。最初はバトルレースを仕掛けてくるのではと思っていた列たち、カイの話を聞いて考えを改めたようですね。そして考えを改めたのはサバンナソルジャーズも同じ。これからはカイと共に完全なる勝利を目指す模様。祖国に帰ろうと言い出していたジュリアナですが、カイの話を聞いてもう一度頑張ることを決意。次にレースをするときには強敵になっていそうですね。レース後に一悶着ありましたが無事解決。ゴーのいつものお調子者発言も出たところでグランプリレースは終了です。それでは解放されたイベントレースに行ってみましょう。ミクニファイブスターランド、頑張れ、クリスマスレース。主人公ちゃんがミニ四駆と出会って早1年。たった1年で日本代表とは成長早すぎ。いやー、ここにいたんでゲスか。今日はクリスマスイブでゲスな。何か予定はあるんでゲスか。イブの予定を当日に聞くとお吉。それはちょうどよかったでゲス。イブに予定がないのがちょうどいい。喧嘩売ってんのか。実は今日ミクニファイブスターランドでクリスマスレースを行うんでゲス。あ、そういうことですか。そうでゲス。我がミクニコンツェルが挙げての一大イベントでゲスよ。もちろん盛大なクリスマスパーティーも用意しているでゲス。パーティーに参加したいという主人公ちゃんですが。何言ってるんでゲスか。そのために声をかけたんでゲス。お、トウキチ、いいやつじゃないですか。ささ、急ぐでゲス。ミクニファイブスターランドに到着すると。うえ？皆さん、ミクニファイブスターランドへようこそでゲス。いやいや、その格好なんだ。トウキチくん、なんで雪だるまの格好してるの？
クリスマスレースを盛り上げるためでです。似合うでげしょ。これが似合って嬉しいのか、本当に。ダサい。みっともないだ。火の玉ストレートの順たち。いや、飯に釣られすぎでしょ。うん、分かればいいんでゲス。ところで、ゴー君はどこ行ったんでゲスか。ゴーのやつだったら、落ちそうだって走ってっちゃったけど。まったくしょうがないでゲスな。わてが呼んでくるでゲス。チーコちゃん、その格好…え、トウキチだけじゃなくてチーコも変な格好してるの？な？あら、リョウ様、もちろん、皆様にレースを楽しんでいただくためのちょっとした演出ですわ。予想の斜め上の格好だった。なあにこれ？どうです、レッツ様、似合いますかしら？え、これなんて答えるのが正解なの？この衣装が似合ってるは褒め言葉なのか？あら、やだ。そんなレッツ様ったら、チーコ照れてしまいますわ。そんなことより、一体レースはいつ始まるんだすか？あら、そうですわ。なら、そろそろレースを始めましょうですわ。でも、ゴーとトキチ君はどうすんのよ。王様はあちらでお食事をなさっておりますわ。お兄様は先ほどからお姿が見えないんですのよ。本当に困ったものですわ。でも心配はいりませんわ。お兄様の代わりはこのチーコが務めさせてもらいますわ。え、チーコちゃんが？私のフラワーアックスもレッツ様とご一緒に走るのを楽しみに待ってましたのよ。いや、でもゴーはいいとしてトウキチ君を待っててあげないと。心配ご無用ですわ。さあさあ、早くレースを始めましょうですわ。第一レースにエントリーをなさった方は準備をしてくださいな。しょうがないか。ああ、準備するか。さあ、今日は楽しいクリスマスイブだ。サンタクロースも見ているぞ。みんな、プレゼントのお願いは済んだかな。さあ、いよいよレーススタートだ。準備はいいか。それではクリスマスイベントレースです。参加メンバーは主人公ちゃん、リョウ、レッツ、チーコの4人。いよいよスタートだ。レディーゴー。スタートは出遅れるものの、ぶつかりまくりながらもトップに立ちました。このレースでレッツが使うのはヴァンガードソニック、ハリケーンソニックではありません。チーコのフラワーアックスはそれほど速くありません。なのでこのレースで一番の強敵はリョウ、ネオトライダガーです。攻略本によるとシナリオ中屈指のデッドヒートになるぞとのことですが、一周目も半分の時点ですでに圧倒的な差が生まれていますね。ここから先逆転されることはまあないと思うので倍速でお送りします。うん、まあ、あれですね、攻略本に書いてあったデッドヒートになるぞとは一体何だったんでしょうね。圧倒的大差をつけた状態で主人公ちゃんゴール。まだ来ないなぁ。お、そして今ようやくリョウもゴール。って、あれ？ヴァンガードソニックとはいえレッツがフラワーアックスに負けた？嘘でしょ？ビクトリーズのリーダーなのに？今日はなかなかいい走りだったな。このコースでこれだけ走れれば
グランプリレースでもいい結果が期待できるよ。おめでとうですわ。これはミクニコンツェルンが総力を挙げて開発した最新パーツですの。私からのささやかなクリスマスプレゼントですわ。受け取ってくださいませね。新しいパーツはありがたいですね。どういたしましてですわ。こいつはすごいパーツだ。レッツ様、お疲れ様ですわ。チーコちゃんもお疲れ様。でもチーコちゃんすごく速くなったね。びっくりしたよ。ヴァンガードソニックに勝つぐらいですからね。そりゃ驚くわ。まあレッツ様ったらお世辞がお上手ですわ。ねえレッツ様、ん？またチーコと一緒にレースをしてくださいますか？うん、もちろん楽しみにしてるよ。第2レースにエントリーしたみんな、準備はいいか？以上をもちまして、クリスマスレースはすべて無事に終了いたします。皆様、存分に楽しんでいただけましたでしょうか？いやー、みんな楽しんでいるようで、いいクリスマスイブですね。いたんだ。こら、チーコ、ワテを物置に閉じ込めるとは何事でげす。え、拉致られてたの？まあ、お兄様ったら手が滑っただけですわ。手が滑った？何はともあれ、レースは無事終わりましたわ。わての出番は、レッツ様と一緒に走れて、チーコとっても幸せでしたわ。お調子者のトウキチだけど、今回ばかりは本当にかわいそう。トウキチに非はないやん。Ha ha 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 ha
それでは、今回の動画はここまでとなります。ミニ四駆爆走兄弟レッツ&ゴー WGP ハイパーヒート。ご視聴ありがとうございます。今回はハイパーヒートの第5話をお送りします。世界グランプリのニュース、WGP ハイライトの時間です。実況に司会者にと大忙しのファイター。今回の特集は日本代表、DRF ビクトリーズです。自分たちの特集とあっては見ないわけにはいきませんよね。さて、世界グランプリ参戦はいきなりの決定でした。準備期間もなかったので誰もが苦戦すると思いきや、ここまで4戦全勝、アニメでは2戦目で敗北していたので本当に快調な滑り出しです。そんな中注目選手として主人公ちゃんが紹介。ミニ四駆を始めて1年にも満たない中、グレートサマースペシャルカップで5に勝利、ビクトリーズに加入してからも熱い走りを見せてくれている。ベタ褒めされている主人公ちゃんですが、ゴート二郎丸は自分や寮の紹介がないと不満げ。番組はまだまだ続き、スペシャルゲストとして次の対戦相手、シルバーフォックスのリーダー、ユーリが登場。シルバーフォックスの紹介ということもあって、シルバーフォックス対クールカリビアンズ戦の VTR を見ながらユーリにインタビューです。ユーリ自身は非常に優れたレーサーですが、他の選手は残念ながらそれほどではない模様。そのためユーリは自分のマシンだけでなく仲間のマシンセッティングも手伝っているみたいですね。シルバーフォックスを少しバカにする発言が二郎丸からありましたが、要は思うところがある模様。聖夜号も各マシンの走りがバラバラな点について言及していました。しかし、なぜバラバラの走りをしていたかの説明がユーリ本人からありました。限られた時間の中、ベストなセッティングをするために行った作戦であったと。アニメでも最初のビクトリーズ戦、練習走行でゴーたちは最速タイムを出すことに躍起になっていましたが、ユーリたちはチームで勝つために練習時間をうまく使っていましたね。油断や慢心はなく、勝利するためにベストを尽くすいいチームです。WGP ハイライトを見終わった後、ユーリの実力は認めるもののチームとしてはやはり、大したことないと結論付けていますね。しかし、さすが寮、チームランニングしている時のユーリは、実力を出し切っていないと誰よりも早く見抜きましたね。もし本気で走った場合どれほどの実力なのかと戦慄する闘吉たち。しかも次回対戦のシルバーフォックス戦は表現コース。ビクトリーズにとっては走り慣れない路面コンディションですが、シルバーフォックスにとっては慣れ親しんだ路面。ビクトリーズからしたら苦戦を強いられるレースになりそうですね。しかし、ここでも楽観的なのがゴー。他のメンバーも出る以上、やはりユーリはフォローに回ると言い切りました。列はどうだろうという顔をしていますが、闘吉はそれに乗っかり楽勝ムードを出します。個人ではなく、チームが優れている方が勝利するのが世界グランプリですが果たしてどうなるか。さて、ミーティング？もう終わったので早速グランプリレースへ行きましょうか。シルバーフォックス戦当日。チームの一員となりレースをこなしてきた主人公ちゃん。闘吉からはグランプリレースにもすっかり慣れたようだと言われますが、まだまだ緊張の連続だという主人公ちゃん。世界グランプリですからね。世界中に放送されていますからね。みっともないレースはできないといつも練習しているようです。練習熱心ないい子です。そんな主人公ちゃんに比べ、ゴーはメンテナンスもままならない様子。談笑していると今日の対戦相手、シルバーフォックスのみんなが挨拶に来てくれました。お互いの健闘を祈り合い、レースに行くかと思いきや、寮が有利に対して挑発するような発言、仲間をフォローするだけの走りで満足なのか？言葉だけを切り取ると悪意のある発言に思えますが、お前の実力はあんなものじゃないはずだ。この言葉から有利を認めているからこそ、全力で戦い合いたいという寮の思いが見えますね。挑発に応えない有利をさらに挑発する寮。それに対して、シルバーフォックスのメンバーが怒り出します。自分たちのリーダーがバカにされて怒る。これはチームがまとまっている証拠ですよね。アニメでも、自分たちの実力が足りないことは認めつつも、リーダーの負担を少しでも減らそうと頑張って練習するフォックスワンたち、本当にいいチームだと思います。そして、
今回のレースは表現コースということもあって、有利の力がなくても戦える。有利には今回本気で走ってほしいと懇願。仲間の思いを聞いて全力で戦うことを決意した有利。有利が全力で挑んできてくれるとわかり、静かな闘志を燃やすよう。さあ、盛り上がってきたところでレースへ行きましょう。あ、その前にセッティングです。今回のレース、出場メンバーにはもちろん量が入っています。あれだけ挑発していたわけですからね。当然だよな。さて、セッティングですが、表現レースということもあって普段と違うパーツをつけております。一番違うところはスパイクタイヤの仕様と、ギアを標準にしたところ。氷のコースということもあってスパイクタイヤは当たり前ですが、アップダウンがありトルクも求められるので標準ギアを装備。それ以外は量らしく最高速を求めるセッティングと走行指示となっております。それではシルバーフォックス戦に行ってみましょう。今回はリレーレース。選出メンバーは主人公ちゃん、ヨウ、ジェイの3人です。それでは第一走者、主人公ちゃん。さあ、いよいよスタートだ。レディー。ゴー。安定のスタートミスをするも。はい、最初の直線でもう抜きました。残念ながらシルバーフォックスのマシンより、ビクトリーズのマシンの方が性能は上であると明言されていますからね。仕方ないね。というわけで主人公ちゃんのレースは倍速でお送りしております。最初から最後まで苦戦することはありませんでした。さて、もちろんレースは勝利。フォックス3とのタイム差は約4秒。圧倒的です。それでは第5戦のメインレース、ヨウ対ユーリ。行ってみましょう。さあ、いよいよスタートだ。レディー。ゴー。主人公ちゃんの時同様、スタートで出遅れるもすぐに抜きました。ギアが標準だけあって加速力がいいですね。アニメでもヨウとユーリは直接対決をしたことがありました。2度目のシルバーフォックス戦の時ですね。レース中、コースが土砂に埋まってしまい続行不能かと思いきや、ヨウは無理やり突破。シルバーフォックスのメンバーはユーリに戦ってほしい思いで道を作る。思いを受け取ったユーリはレースを続けヨウを追いました。その結果、レース終盤でユーリはヨウに追いつき、最後のストレート、あのトライダガーをギリギリで刺し、トップを取りました。個人としてユーリに負け、さらにチームとしても敗北。アニメ序盤では2戦やり2敗という結果に終わり、ファイターからもビクトリーズの鬼門とまで呼ばれました。ゲームではどうなるかと思っていたのですが、あまりにもぶっちぎっていたので倍速です。正直、ユーリだけはゲームでももう少し早い設定にして欲しかったですね。圧倒的リードのままゴール。かなり遅れてユーリもゴール。タイム差は約5秒。てか、ヨウのタイム、主人公ちゃんより2秒も早いですね。さて、アンカーはジェイ、ですが、こちらも圧勝だったためカット。合計タイムで約14秒近くの差が開きました。アニメで負けた借りを返すにしても、圧倒的すぎさすがレッツとジェイ、圧倒して勝利するも相手のことを称えていますね。これぞミニオンレーサー。レースには負けたシルバーフォックスですが、そのレース自体には後悔はないそうです。負けたのになぜ?と思うゴーヤとオキチですが、自分たちの力を存分に出すことができた。そしてチームワーク、信頼関係もより強くなった。敗北しても嘆くのではなく、できたことを誇りに思う、小学生とは思えないほどの人格者ですね。グランプリ戦で、新たなライバルができたことがヨウも嬉しそうです。さて、勝つには勝ちましたがそれだけではダメです。レースが終わった後、振り返ることが大切です。シルバーフォックスと戦い、一人が強いだけではグランプリ戦に勝つのは難しい、チームワークの大切さを学んだようです。ただ、チームに徹しすぎるだけでも良くない。ヨウはそんな思いから有利に挑発していたんですね。ヨウの思いが通じてか有利と本気のレースができてよかった。それにしても、レース後には一番騒ぎそうなゴーの姿がありませんね。あ、別のレースを見に行ってるみたいですね。珍しい。見に行っているレースはアストロレンジャーズ対ロッソストラーダのようです。しかし、アストロレンジャーズのマシンすべてがリタイア、ロッソストラーダの勝利に終わりました。衝撃を受けたゴーはブレットたちのもとへ。一瞬のことでよくわからなかったそうですが、それでも何かをしてきたのを感じたゴー。オフィシャルの元へ行こうと言いますが、負けは負けだと言い切るブレット。
胸中は穏やかではないでしょうね。さて、勝利者インタビューを受けているロッソ・ストラーダのカルロ。アストロレンジャーズは強敵だったと認め、勝てたのは運が良かっただけ。自分たちに微笑んでくれた勝利の女神に感謝すると言っていますが、当然ゴーは認めていません。ロッソ・ストラーダはここまで無敗。ゲームではビクトリーズも無敗できています。笑いながらマシンを壊すカルロに、闘志を燃やすゴー。次回第6話の対戦相手はロッソ・ストラーダ。これは負けられない戦いになりそうです。さて、ロッソ・ストラーダはともかく。走れ、マグナム・セイバー！ジュンとレース？はい、シルバー・フォックスに圧勝したことでイベント解放。先にこちらをやっていきましょう。うん、レツ君とゴー君はグランプリの偵察に行ってるし、リョウ君は月に一度の買い出し日なんだって。ま、なんでゲスな。たまにはワテラだけで練習するのもいいんじゃないでゲスか。ゴーたちがいないため、3人で練習をすることになりそうです。そんな中、おはよう。ジュン登場。あら、なんか珍しい組み合わせね。リョウ君たちはいないの？うん、みんなちょっと用事があってね。ちょうどいいわ。ちょうどいい？なんか嫌な予感がしますね。言い方、他にもっとあるでしょ。別に暇してるわけじゃないでゲス。わてらもこれから練習しに行くんでゲス。そうですね。言い訳じゃなくてマジでこれから練習するところでしたし。へえ、そうなんだ。練習に行くんだ。ますますちょうどいいわ。どう考えてもジュンの言動が怪しいですね。レース？ジュンと？レース？うん、そうよ。大丈夫よ。ほら、マシンだってちゃんとあるわ。マグナムセーバー。ゴーに借りてきちゃった。これなら一緒にレースができるでしょ？ゴー、貸してよかったんか？大事な相棒では？シブルトウキチをよそに主人公ちゃん即承諾。うん、僕も構わないよ。そうこなくちゃ。わかったでゲス。レース形式はどうするんでゲスか。レース形式もすぐ提案する主人公ちゃん、実はリーダー向きなのでは。オッケーよ。それじゃあジェイ君はトウキチ君と組んでね。私たち一緒に走りましょう。主人公ちゃんは強制的に順と組むことになりました。つべこべ言わないの。それじゃあ早速レースを始めましょう。とまあそういうわけで、順ちゃんからの無謀な挑戦、チームバトルレースの始まりだ。無謀ですって？なあ、勇気ある挑戦。言い換え上手なファイター。当然のようにユーファイターがレースを仕切ってくれることになりました。それではジュンちゃんの無謀レース、さあいよいよスタートだ。スタート。スタート直後からベイブレード通ってぐらい接触しまくりましたが、なんとか集団から抜け出せました。今回のレース、ジュンはマグナムセイバーレプリカ、トウキチはスピンアップスと昔のマシンを使用してくれていますが、J だけは違います。現役グランプリマシン、プロトセイバーエボリューションを使ってきます。第4章のイベントレースではネオトライダガーが相手で、攻略本にもゲーム屈指の難易度とありましたが結果は楽勝。今回も苦労することはないだろうと最初思っていましたが、ぶっちゃけ、何回もリセットしています。J がマジで早すぎた。どう頑張っても第1コーナーが取れなかったので、今回のように接触しまくってたまたま抜けてくれて助かりました。しばらくの間はジュンのマグナムセイバーが壁役になってくれていたみたいですしね。さあ、J
10回以上プレイしてようやくイベントクリア。1位でゴールです。何度も敗北した割に勝つ時はなんだかあっけないものです。というか純グランプリマシンではないとはいえトウッチのスピンアップスに勝ってますね。これすごない？合計ポイント7対4で主人公ちゃんたちの勝利。そんな、わてらがじゅんちゃんたちに負けてしまうなんて信じられないでです。トウキチはガチで負けましたからね。驚いたでしょ。実は土屋博士にセッティングのコツを教えてもらったのよ。道理で早いと思った。いや、コツ聞いただけでグランプリレーサーに勝つのはすごいよ。勝ったことで新パーツをもらいました。当たり前ですけど負けたらもらえませんでした。しか完成してないんだって。つまり試作品ってわけでゲスな。レースに負けた時はその試作品を順が持って帰ってたってことですね。みんなレースに付き合ってくれてありがとう。じゃあまたね。ふう、ようやく順は帰ってくれました。ちなみにレースに負けるとこうやって怒り出します。いや、J がマジで強すぎたんですよ。ほんと何回も負けましたからね。なんとかワテラが勝ったでゲス。ずいぶん早く走れるようになったね。さすが J、 強者の余裕という感じです。せっかく土屋博士から早く走れるセッティングのコツを教えてもらったのに。結構いい線いってたよ。そう？それだけ走れれば世界グランプリに出られるでゲスな。やだ、もうお世辞がうまいんだから。今日はみんなレースに付き合ってくれてありがとう。じゃまたね。とこうして土屋博士から預かったパーツはくれませんでした。ひどい。練習しよう。さあ、敗北した場合のシーンも見たので今回の動画はここまでとなります。ミニオンくん爆走兄弟レッツエンゴー WGP ハイパーヒート。ご視聴ありがとうございます。今回はハイパーヒートの第6話、あのロッソストラーダとの対決です。それでは行ってみましょう。第6話は土屋研究所でのミーティングからスタートです。全員揃ったところでミーティングを、と思いきや、ゴーがいません。珍しく早起きしてロッソストラーダの試合を見に行ったとのこと。前回、カルロたちと話すことがあり思うところがあったのでしょうね。ロッソストラーダ対クールカリビアンズ、レース自体はロッソストラーダの勝利。アストロレンジャーズ戦の時と同じく、クールカリビアンズにもアディオダンサを使ったみたいですね。憤りを感じるゴーですが、ロッソストラーダの本性に気づいている人が他にもいました。ドイツ代表、アイゼンボルフのメンバーです。アニメではグランプリ当初、エイリッキ以外は2軍メンバーでしたが、ゲームでは最初から1軍メンバーが参戦しております。アイゼンボルフ曰くロッソストラーダが使ったのはアディオダンツァ。意味がわからないゴーに対してわざわざ日本語訳してくれました。別離の踊り、あるいは死のダンス。名前よりも何をやったかを教えてほしかった。立ち話もそこそこにして、ゴーはやられたピコたちの元へ向かうことに。アイゼンボルフはロッソストラーダの行為を元から知っていたようですが、自分たち以外に悪霊に気づいたゴーに、興味を抱いた模様ですね。特にリーダーである天才レーサー、ミハエルが。レース会場を後にして土屋研究所にやってきたゴー。しかし、カルロたちロッソストラーダのことが頭から離れないのか浮かない顔をずっとしております。ゴーに悩み事があるのが珍しいと感じるメンバーたちをよそに、土屋博士から次の対戦相手が明かされます。次の対戦相手は、イタリア代表、ロッソストラーダ。ロッソストラーダの名前が出た瞬間怒り出すゴー。間近でレースを見たからこそ、カルロたちの不正に気づいていますからね。笑いながらマシンを壊していく奴ら、ゴーが怒るのも当然でしょう。しかし証拠はありません。
ロッソ・ストラーダの出るレースではマシントラブルが多いと列も認めていますが、ゴーの発言を疑っている模様。ゴー自身、アイゼンボルフから技名を聞いただけでどういったことをやっているかまでは分かっていません。レースを見た限り、ディオ・ストラーダは後輪の向きが変わるマシンであることは気づいたのでそれを伝えるも、土屋博士曰く、RS マシン、リアステアリング。リアステアリングは後輪タイヤの向きを変えることで、様々なコーナーに対応できるとのことです。アニメ最終レースの第2セクションでは、このディオ・ストラーダの特性を活かしつつ、ノーブレーキで坂を下っていく走りを見せていました。この特性を活かし攻撃してくると予想したゴーですが、土屋博士にそれは難しいと言われてしまいます。精巧な仕組みのステアリング機能を攻撃に使ったら、逆にマシンが壊れてしまうと、それでもなお、カルロたちの危険性を教えようとするゴーでしたが、列たちには信じてもらえません。アイゼンボルフも知ってるなら、国際ミニ四駆連盟に訴えればいい。そうしないということは不正はやっていないと、もっともなことを言われてしまいます。アニメでもこういったシーンがありましたが、ゴーが不憫で当時見ていられませんでした。ゴーの発言に思うところがあったのか、両が野暮用と言い残しどこかへ行ってしまいます。そしてなぜかそれに主人公ちゃんも同行させられました。両が言った野暮用とは？やってきたのはサバンナソルジャーズ、沖田会の元でした。元バトルレーサーである会に意見を聞きに来たんですね。土屋研究所ではなおもゴーの意見は聞き入れられず、臆病者と言われる始末。アニメに比べるとマイルドですが、それでもやっぱりゴーがかわいそうです。そんな中、会から有力な情報が得られました。見かけ上外的要因がなく、レース中にリタイアする理由は2つ。1つはマシンのメンテナンス不足。パーツがレースの負荷に耐えきれずに故障してしまう場合。そしてもう1つの考えられる理由。ショックリゾネーター。特定の周波数で空気を振動させ、物体の共鳴及び対象物を破壊する。まあ、簡単に言えば衝撃波だそうです。そんなことがミニ四駆でできるのか懐疑的なようですが、あの大神博士も諦めてしまった機能だそうで、できるかどうかは不明です。しかし、ジュリアナ曰く、ロッソ・ストラーダと対戦した時マシントラブルがあったとのことです。確かな証拠はありませんが、両もゴーが言った通り、ロッソ・ストラーダのことを警戒しているみたいですね。次のレース、今までで一番タフな戦いになりそうです。さて、ロッソ・ストラーダのことは気がかりですが、パーツ集めもしなければいけません。街角レースに行くと、大神三人衆の一人、近藤源が待っていました。沖田会から主人公ちゃんのことを聞き、レースしたくなった模様ですね。パーツをもらうために戦ってみましたが、意外な結果になることに。それでは街角レース、さあ、いよいよスタートだ。レディーゴー。今回の街角レース、参戦するのは主人公ちゃん、近藤源、玉見先生、アニメでたまに出てた少年、この4人です。現状トップは主人公ちゃん、2位は玉見先生となっています。あ、源が3位浮上。とはいえこの短いコースですでにリードが開いています。追いついてこれるのでしょうか。てか、あれだけでかい土を叩いていたんだから追いつかないと恥ずかしいぞ。さて、1周目を終えた時点でトップは主人公ちゃん、ビートマグナム TRF。 かなりの差が開いているので2周目は倍速。あれ、源は全然追いついてこない。はい、トップは主人公ちゃん、そして2位はまさかの玉見先生。かなり遅れて3位に近藤源、ブロッケン G がゴールしました。主人公ちゃんにはともかく、玉見先生に負けちゃダメでしょ、源。アニメではグランプリ中、スペインのレースチームに加入しておりましたが、今作では対戦できて何よりです。スーファミのパワーワールドグランプリ2ではスペイン参戦しませんでしたからね。源に勝った勢いのまま東吉と次郎丸も撃破。さて、カットしましたが土屋研究所で練習走行も終えました。やるべきことは終えたのでグランプリレースに進みたいと思います。さて、迎えたグランプリレース当日、ビクトリーズの試合前にレースが行われている模様です。オーディンズ対シルバーフォックス、どちらもすでに戦ったことのあるチームですが、ニエミネンのいるオーディンズが有利立ちシルバーフォックスに勝ったみたいですね。同じカット日を愛するレーサー、ニエミネンたちの勝利を喜ぶ号でしたが、ロッソ・ストラーダの登場で一変。初対面の列たちに対して、日本チームとレースすることを楽しみにしていたと感じのいいふりをしています。列もそれに合わせてか、連勝の秘訣をカルロたちに聞いています。連勝の秘訣、それはビクトリーズと戦っていないからだと答えますが、
お世辞なのは見え見えですね。て過去のやりとりはアニメで土屋博士てしていましたっけ。列たちの前では終始猫をかぶったまま挨拶を終えようとする中、ゴーが握手しようとする列を制した。ゴーをたしなめぶ作法を浴びる列ですが、さすがというか、猫をかぶった状態のカルロはこれを軽く流します。まあ、この時点ではビクトリーズに対して何もやっていませんからね。ここで多少怒っても問題なかった気はしますが、レース前は穏便に済ませましたね。列たちが未だにゴーのことを信じてくれないのでゴーは飛び出してしまいました。飛び出してしまったゴーを、リョウと主人公ちゃんが探しに行きます。チームから飛び出したゴーでしたが、あ、カルロにぶつかってしまったみたいですね。これにはさすがにムッとしてます。しかしさすがはゴーというかなんというか、ぶつかったことを謝るより前にロッソストラーダに宣戦布告をしました。いや、さすがにまずは謝ろ。ロッソストラーダのメンバーからすればこの時ゴーと面識はありません。いきなり挑戦を叩きつけられてさぞ驚いていることでしょう。挑発を受けてか、カルロは不敵な笑みを見せます。そして宣言する。この間見せたアディオダンツァは本当の姿ではないと。本当のアディオダンツァは凍りついた炎が見えると。レース前から火花を散らすゴーとカルロでしたが、ゴーを追ってきたリョウが登場。あと主人公ちゃん。ロッソストラーダが何かやっていると訴え続けていたゴー。リョウも疑念を持っていましたが、ゴーとのやりとりで確信に変わりました。事実を知っているメンバーで奴らの鼻を明かしてやろうと気合を入れた3人。果たしてロッソストラーダに勝てるのか？それでは、レースメンバー選択とマシンセッティングを行います。今回のレースはマッチレース。各チーム選出された2人のメンバーが同時に走り、トップを取ったチームの勝利です。今回選んだメンバーは主人公ちゃんとゴー。さすがにあれだけカルロと言い合ったので、ゴーを選ばないわけにはいかないですよね。さて、セッティングですが基本的にあまり変更はありません。テクニカルコースとのことなので、加速に優れたジェットダッシュモーターと、スーパーカウンターギアを装備、あとは街角レースで手に入れた性能のいいパーツをつけるだけです。時空系をボールベアリングに変えたり、中空ハードシャフトに変えたりですね。あ、あと GP チップも攻撃的なチップに変更しています。セッティング一覧はこんな感じです。攻略本によるとシナリオの最難関とのことです。本当か？なので勝つためにマグナムには相手をブロックする走りをしてもらおうと思います。セッティングも終えたのでそれではレースに行ってみましょう。第6話、イタリア代表ロッソストラーダ戦。さあ、いよいよスタートだ！レディー。ゴー。スーパーカウンターギアとジェットダッシュモーターのおかげか、サイクロンマグナムがまずはトップ。あ、やば。1、2回マグナムに接触してしまいましたが大丈夫でしょうか？とりあえず主人公ちゃんがトップ、ゴーが2位ですね。走行指示通りブロックする走りをしてくれているのか、カルロが3位ですね。てか、ロッソストラーダのメンバーはカルロとルキノじゃないんですね。ナンバー2はルキノなので彼が出てくるかと思いきやリオーネが出ています。ここまでは順調ですね。1、2位を独占状態です。カルロが必殺技、アディオダンサを繰り出してきました。で、マグナム攻撃された？あ、カルロが必殺技を繰り出した後、ゴーが3位、4位と交代していきました。マグナムトルネードを使うも追いつけない。しかし、ゴーが1周目、カルロとリオーネをブロックしてくれていたおかげでリードはできています。というわけで、いつもの倍速、カルロはもう一度必殺技を使ってきていますが、距離があるので問題ありません。そのままトップで主人公ちゃんゴール。続いてカルロ、リオーネ、ゴーの順番でした。2秒以上差をつけられたのでイベント解放。ブロックしてくれていたゴーのおかげですね。ロッソストラーダの正体を知っていた3人は勝てて喜んでます。ずっとゴーの言うことを信じなかった列たちが謝罪。罰が悪そうですが、ゴーはすぐに許しました。あれだけ言われていたのにすぐ許すゴーは懐が広いですね。しかし、J が観察力がすごいと褒めるといつものように、調子に乗ってしまいました。そんな中ロッソストラーダが登場。連勝を止められたこともあり機嫌が悪いですね。特にゾーラすごい顔。レース後は猫をかぶらず、攻撃的な物言いのカルロ。自分たちの目標はそれぞれのレースで勝ち、シリーズ優勝。その報酬が目当てみたいです。野心があるからこそロッソストラーダは強いと言い切りました。ロッソストラーダは全員スラム出身。明日のパンを心配しなければいけない生活をしていました。だからこそ、ビクトリーズのメンバーをお坊ちゃんと表現。何不自由なく暮らせていますからね。
亮と次郎丸は違くない？だからこそ、勝つことが全て、勝つためにはどんな手段も厭わなくなったんですね。最後に勝つのは自分たちだとゴーたちに宣言するカルロでした。人のマシンを壊すのはもちろんよくありませんが、ハングリー精神があるとブレッドは思ってる模様ですね。ただ、それでも勝つことだけが全てだと思うのは悲しいとレツは言います。亮も今の走りにはレーサーとしての自分はないとバッサリ。そしてJ、勝つこと以外にももっと大切なことがある。かつて大神の下でバトルレースをしていたからこそ刺さる言葉です。でもそれと浮地の名言では、勝つこと以外に大切なこと、ピコは夢を持つことが大切だと言います。世界チャンピオンになるのがピコの夢とのこと。しかし、世界チャンピオンは自分であると、ゴーヤと浮地、さらに次郎丸は亮が世界チャンピオンであると言い争います。呆れるブレッドですが、そういえばレースもないのになんでいたんですかね？あ、はぐらかされた。話も終わったところでピコとブレッドは去っていきました。ブレッドが来た理由についてゴーは本当に気づいていないみたいです。さあ、レースも終わったところでこれからも世界チャンピオンを目指して頑張ろうと次郎丸は言いますが、ゴーのお調子者発言からまたいつもの口喧嘩が始まります。もはや止めることもせず、レツたちは先に行ってしまいました。さて、2秒以上の差を開けてロッソストラーダに勝てたので、イベントが開放されています。夢の共演、ジーコカップ開催。それでは行ってみましょう。第4話の時点ではクリスマスでしたが、この第6話では子供の日が近いそうです。腹減った、腹減った、メシッとメシだ。みんな聞いておくれでげす。練習後のメシ前に東吉から話が。なんだよ東吉急に。今度子供の日にミクニコンチェルン主催のミニ四駆親善大会が開催されるんでげす。みんなぜひとも参加してほしいでげす。子供の日親善レースはアニメでもありましたね。ミニ四駆親善大会？今回はチークが主催を仕切ってるんでげす。その名も子供の日特別レースチークカップでげす。チークカップだべ。名前だけを聞くと嫌な予感がしますね。各国の選手も出場する特別レースでげす。豪華な商品も用意されてるでげすよ。どうでげす？参加してくれるでげすか？グランプリレーサーが出るなら自分たちも出るしかありません。俺様のカット美をみんなに見せてやるぜ。この時点ではやる気満々のゴーでしたが、それじゃ全員出場するってことでいいんでげすね。うん。助かったって？助かった。明らかにおかしな発言。いや、こっちの話でゲス。笑ってごまかそうとする東吉ですが、いや、騙されんぞ。各国の選手が出場するレースはなんだか面白そうだね。腕試しにはいい機会だな。子供の日が楽しみでゲスな。2話前はクリスマスだったんですけどね。しかしみんなよく集まったね。レースがあるからな。いい機会だよ。各チームのコンディションがわかる。さすがレツ、子供の日でも抜かりない。彼らはそのつもりだよ。うわぁ、うまいだす、うまいだす。これはいけるわ。うまいぜよ。いけるぜよ。もっと食うぜよ。うめえ、あ、これもらい。ジローマル取るな。これ俺やってないこと言うなだす。これは俺の、これは俺の。おお。こいつら、本当にレースやる気あんのか？アストロレンジャーズのブレッド、シルバーフォックスのユーリ、予定されている代表戦には必ず出てくるレーサーだ。注意すべきなのは、こら次郎丸、それ起こせ。独り占めはずるいだす、うんこ野郎。お前なんてケチくせえのせえのくせえ生意気なんだよ。おー、何してんの。俺はダメ。
のできないメンバーばかりということだ。あ、フォローしきれず投げましたね、レッツ。レッツ様、皆様、ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたしますわ。やあ、チーコちゃん、久しぶりだね。留学してましたの。そうなんだ、すごいね。レッツ様、この後のレースには絶対に出てくださいね。うん、そのつもりだよ。アニメではとんでもない格好をさせられてレースをやりましたが、果たして今回は。おいおい、挨拶はいいから早いとこレースを始めてくれよ。そうですわね。それでは皆様、子供の日にちなんでいろいろな衣装を用意させていただきましたの。あ、ゲームでもやっぱそうなるんですね。皆様も着替えてからレースに参加してくださいませ。って言ってる中にブレッドもいるんですね。そんなすっとんきょうな声出すんだ。誰がこんなレースに出るんだよ。マジかよ、あいつらエントリーするの早いな。お、俺はダメ、やめとくわ。じゃあ、みんな頑張ってくれよ。レース好きなゴー、不参加。あとは任せる。あ、ブレッド、任せるとか言いながら逃げおった。僕もちょっと。へぇ、祖国の名誉が。ユーリも不参加を表明。あ、両が渋ってる。アニメでは猿の格好でノリノリで出てたのに。それじゃあ、あとはよろしくね。あれ？そんな、レッツ様が出ないなんて。アニメでは甲冑を着てた列は出ないんですね。チーコちゃん、そんなにがっかりしないで。その代わりに、ぜひ僕から推薦したい人がいるから、ね。自分が出たくないからって、主人公ちゃんを身代わりにする列。うん、任せたよ。ご推薦ならば何も言うことがございませんわ。レッツ様とツーショットになるチャンスですわ。レッツ様、準備が整うまであちらでお紅茶などご一緒にいかがですか。うん、いいよ。チーコ、よかったでげすな。では、お兄様、あとはよろしくお願いしますわ。往生際が悪いでげす。早いところ着替えてレースを始めるでげすよ。さあ、こっちへ、さあ。主人公ちゃん、どんまい。出場選手の着替えが終わった模様。ラッキー、あたし一遍着物って着てみたかったんだ。どう、似合ってるでしょ。あれはまだマシだ。そうだな、マシというか上は似合ってると思いますよ。似合ってるぜ、ニエミネ。マジで似合ってる、ニエミネン。うるさい、笑うな、ゴー。いや、本当に似合ってるぜ、ニエミネン。え？これ結構いい毛皮じゃないか。気に入ったぜ。うん、まあ、本人が気に入ったなら何よりです。見ているこっちも恥ずかしくなってくるぜよ。出なくてよかった。ささ、恥ずかしがらずにこっちへ来るでげす。さあさあ。最後は主人公ちゃん、果たしてどんな格好にさせられているのやら。ペンギン。そういえば、トウキチがペンギンの格好しているときありましたね。世界グランプリを熱く戦うレーサー諸君、今日は選手たちの休息だ。ミクニコンツェルンが主催するミニ四駆親善大会へようこそ。本日司会を担当する私、ファイターと申します。そんなことわかってる。あ、タマミ先生だ。何？タマミ先生、どう
こに、あ、トメ先生、先生新鮮レース、行ってみましょう。さあ、いよいよスタートだ。レディー、ゴー。スタートで出遅れるものの、すぐに加速してトップに立ちました。あ、必殺技を打つとき、ちゃんとペンギンの衣装の姿が出るんですね。芸が細かい。主人公ちゃんだけでなくジュリアナもグラフィックが変わってます。よくよく見ると順位一覧も変更されてるんですね。お、ニエリメンも桃太郎の格好で必殺技発動。これは上にも期待したいですね。さて、レースですが1周目も半分以上過ぎるも、主人公ちゃんがトップ独走状態。攻略本によると、ロッソストラーダ戦に比べるとこのイベントレースは楽勝とのこと。確かに苦戦することはなさそうですね。さあ、2周目に突入です。ジョーが必殺技を打ってくれないかと待っていたのですが、1周以上走ってもパワーブースターを使ってこないので、2周目は倍速でお送りします。着物姿でパワーブースターを発動するところが見たかっただけに残念です。そんなことを言ってる間に、ゴール、楽勝でした。あと少しのところで、残念。チェ、結構いい線いってたのに。けど、なかなか面白いレースだったわ。着物も着れたしね。レースは負けたけど着物を着れてご満悦の嬢。おい、商品って何だ？わては知らないでゲス。今回の仕切りは全部チーコでゲスから。チーコ、レース、商品、かつてのトラウマが蘇りますね。じゃあ、絶対あれだぞ。チーコの銃でゲスか。優勝おめでとうございますですわ。それじゃお約束の商品として。いよいよだぞ。これは差し上げますわ。お、一つしかありませんので皆さんで使ってくださいませですわ。みんなで大切に使わせてもらうよ。わあ、レッツ様に喜んでもらえてとっても嬉しいですわ。ふう、レースが無事に終わってほっとしたでゲス。怒りをあらわにしている主人公ちゃん。怒ってる時は藤吉を呼び捨てにするんですね。不可抗力でゲス。交通事故でゲス。さあ、オチもついたところで第6話はここまでとなります。ミニオンク爆走兄弟レッツエンゴー WGP ハイパーヒート。ご視聴ありがとうございます。今回はハイパーヒート第7話をお送りします。いつも通り土屋研究所から、と思いきや、今回は相模模型店から物語は始まります。何やら豪華順に頼み事をしているみたいですね。商店街の大食い大会、3人1組なのでメンバーになってほしいとのこと。なぜ順を誘うかというと、1人でラーメン9杯ぐらい食えそうだから、だそうです。それを聞いた順は当然怒り出します。
怒るどころか叩いた模様。それも3発。まあ、そりゃあそうでしょうよ。他のメンバーを探そうとするゴート主人公ちゃん。そこに、保安登場。というかゴーとぶつかりました。怪我はないかという保安でしたが、そのセリフはゴーにではなく自分のマシン、シャイニングスコーピオンに対してでした。ぶつかって痛がっていたゴーですが、シャイニングスコーピオンを見て驚きます。世界初の GMC 素材でできたマシンであり、10年前に作られた伝説のフルカウルマシンですからね。なんでそんなマシンを持っているのかとそりゃ驚きますわ。しかし、なぜシャイニングスコーピオンを持っているのかというゴーたちの問いには答えず、保安は土屋研究所に案内してくれと言ってきます。大食い大会に出ようとしていたゴーたちは道案内を断ろうとしますが、初対面のゴーを友達だと言い放つ保安。そしてゴーは友達の頼みを断らないと言い切ります。そんなこんなでゴーが断っているにもかかわらず、無理やり道案内をさせられることに。強引に手を引っ張っているそうですが、ある意味誘拐では？さて、ゴーたちに無理やり土屋研究所に連れてきてもらった保安。どうやら鉄心先生の知り合いみたいです。無理やり案内させられたことを根に持っているゴーですが、ここに来るまでに名前さえ聞いていなかったみたいですね。ここでようやく自己紹介。彼の名前は保安。鉄心曰く、自分の先生のお孫さんであるとのこと。先生といっても焼き物の先生です。焼き物を習っている時、保安にシャイニングスコーピオンを譲ったとのこと。そして焼き物の先生、第3弦は中国チーム、小四駆装甲弾痕機の監督を務めています。そして孫の保安も中国チームのメンバー、ビクトリーズの次の対戦相手です。しかしここで問題があるとのこと。その問題とは保安がレースに出ないことです。保安曰く、レースに出るとマシンが怪我をしてしまう。怪我と表現していますが、要はマシンが傷つくのが嫌みたいです。ぶつかったりしてマシンが傷つくぐらいならレースに出ない。中国に帰ると言い出す始末。その話を聞いたビクトリーズのメンバー、特にゴーは呆れています。グランプリに参加するために日本に来たのに、何の天気なことを言ってるんだと。保安がレースに出ないため中国チームは今までに不戦敗が何度もあったそうです。出場メンバーが足りなくて棄権したんですね。そしてこのままだとビクトリーズ戦も不戦敗になってしまうとのこと。そこで鉄心の考えとしては、レースとはどういうものかを保安に教えてやってほしいとのことです。その役目をゴーと主人公ちゃんが名指しで受けました。そしてやらせようとしている張本人、鉄心はどこかへ行ってしまいます。仕方ないと言いながらも保安にレースを教えることにしたゴー。ゴーの説明はシンプル。レースは戦い。今度のレースはビクトリーズ対ゴンキ。俺たちとお前たちで真剣勝負をするんだと言い切ります。それに対して保安、友達同士でなぜ戦わなければいけないのか？うん、さっき出会ったばかりですがやはりゴーは友達認定されていますね。ゴーを友達だと言うなら中国チームの仲間はどうなんだと言います。保安が出場しないために、不戦敗になってしまった仲間たちですね。シャイニングスコーピオンやゴーを友達だと言うなら、仲間のことも考えろというゴー。仲間を裏切って逃げるようなことは言うなと諭します。そして、レースに出たらマシンを怪我させてしまうというが、走らせない方がマシンがかわいそうと主人公ちゃんは言います。そしてゴーの名言、ミニ四駆は飾り物じゃねえんだ。レースで走るために生まれてきたんだよ。怪我をしたって何したってマシンは走りたいんだ。その言葉を聞いてうろたえる保安、シャイニングスコーピオンに答えを求めるも、そしてそのままゴーたちの元を去ってしまいましたが果たして、迎えるはビクトリーズ対ゴンキとのレース当日。今日のレース、保安がレースをするかどうか気になる主人公ちゃんですが、ゴーは必ず来ると信じているようです。そんな中小四駆装甲弾ゴンキのメンバーが登場。しかし、保安がいない。ボン、あるいはリーチか？の話によると朝早く合宿場を抜け出して戻ってこないとのこと。てかこの二人私服じゃないとマジで判別できないな。そんな中、保安登場。考え方のベクトルはともかく、友達を大切にする保安、レースに参加することを決意したみたいです。その気持ちは伝わったと、ゴンキのメンバーたちは言います。自分たちが待っていたのは伝説のマシン、シャイニングスコーピオンだけではない、5人揃ってレースができることが嬉しいと。保安が走る気になったのが嬉しいゴー。そして保安も気づいたようです。マシンが走りたがっていることに。さあ、これで役者は揃いました。小四駆装甲弾ゴンキ、フルメンバーとレースです。さて、今回のレースは勝ち抜きレースとなります。各チーム選出された3人が1対1でレースを行い、相手の3人目を倒したチームの勝利です。第1話のクールカリビアンズ戦と同じルールですね。このルールなら5人いなくてもよかったのでは？
それでは参加メンバーの選出とセッティングです。こちらはゴー、リョウ、レツを選択。といっても先方のゴーに3人抜きしてもらう予定です。アニメでのゴンキ戦1戦目は、ゴーとホアーンは直接やり合うことはありませんでしたからね。ゲームではマッチアップして勝ちたいと思います。今回のコースは湾岸コース、高速型のコースですね。プラズマダッシュモーターやスペシャルギアなど、最高速を求めたセッティングにしました。そして走行指示、こちらも直線重視のぶっちぎるを選択。さあ、セッティングは終えました。いざレースへ。あ、今季の先発はホアーンなんですね。最初から願ってたレースができます。さあ、サイクロンマグナム対シャイニングスコーピオン。さあ、いよいよスタートだ。レディー。ゴー。スタートダッシュは負けるもすぐに追い抜きました。さらに必殺技発動。序盤からリードを広げます。マシンは友達。行こう、スコーピオン。お、ホアーンも必殺技を打ってくるんですね。しかもシャイニングスコーピオンのボディの色が徐々に変わっていく仕様。いいですね。再びシャイニングスコーピオン。必殺技発動。紫、ピンク、赤と変わっていくのほんといいですね。とは言っても、もう速さは圧倒的。倍速でお送りしますというかゴール前までカットします。はい、ホアーンに勝利しました。まずはビクトリーズの一勝と言いたいところですが、残りのメンバーは楽勝だったためカット。結果、ゴー一人で小4区走行団ゴンキに勝利しました。三立て。レース勝利を喜ぶビクトリーズの元にホアーンたち、小4区走行団ゴンキが訪れます。出会った頃はマシンを走らせるのを嫌がっていましたが、ミニ四駆は走らせてあげてこそ、本当の友達になれると考えを改めたようです。しかし、ゴーやチームの仲間たちに迷惑をかけていたことを悔やむホアーン。そんなホアーンをチームメイトは励まします。次のレースからが小4区走行団ゴンキの本当のスタートだと。アニメだと爆中までしてテンションも上げてましたね。ホアーンが出場しないことで不戦敗になるレースもあったというのに、すぐに受け入れてくれるゴンキのメンバー優しすぎ。さて、レースに出て走ることの喜びを知ったホアーン。新たなライバルになりますね。初対面の時にいきなり友達だと言われて面食らいましたが、これで本当の友達になったという感じです。レース終了後トランスポーターにて、マシンに対する思いが強すぎるのはともかく、自分たちもマシンのことを愛していることを思い出します。グランプリレースということでどうしても勝つことばかり考えてましたからね。特にアニメではゴンキ戦前、3連敗で後がないと話してました。ビクトリーズにとっても今回のレース、大切なことを思い出させてくれるいいレースだったと思います。そのいいレースにするため、ホアーンをレース参加させるきっかけを作ったゴーと主人公ちゃん。少し褒めたらいつもの通り、調子に乗る二人。オチがついたところでグランプリレースは終了です。ゴンキに圧勝したのでイベントが解放されました。今度はそちらをやっていきましょうか。ロシア、イタリア、中国、燃えろ、チーム代表選抜レース。みんな聞いてくれ。第2回目のチーム代表選抜レースが行われることになった。前回はオディンズ、クールカリビアンズ、アストロレンジャーズと戦いましたね。前回と同じ、各チームから1名を代表として勝敗を競う方式だ。今回の対戦相手は SSR シルバーフォックス、ロストストラーダ、今季の代表者だ。誰か出場したい者はいるかな。前回は博士の指名制でしたが今回は挙手制みたいですね。はい、はい、はい。いつものことながらゴーは参加したそうですね。なあ、ゴー君ずるいでゲス。練習走行ではスピンコブラの方が早かったでゲス。え、そうなの。そうだす、お前遅かっただす。ゴーのマグナムはこのところ調子が悪いな。みんなから調子が悪いと言われるゴー、どうしたんでしょうか。ゴーはメンテをしないからな。なんだ、メンテしてないだけか。うるせ、俺が出るったら俺が出るんだ。あ、この流れはあれですね、口喧嘩になって決まらないパターン。なんでだよ、いいじゃねえかよ、ガサセに出る。うん、今回も土屋博士は大変そうです。まあまあ、みんな落ち着いて。こうしよう、今日の練習タイムが一番早かったものを代表としよう。
さっきの練習走行で一番早かったのは誰だったんだい？一番早かったのは主人公ちゃん。なら君ということだ。みんなどうかな？練習走行とはいえ主人公ちゃんが一番早かったんですね。そういうことでしたら僕らは構いませんよね、チェイ君。うん、博士の言うことなら従います。そうでげすな。物分かりのいい面々は博士の提案を受け入れます。ゴー君はどうかな？ゴーは不満そうですね。ほら、ゴー。ちぇ、確かにこのところマグナムの調子も良くないしな。分かったよ、今回は譲ってやるよ。渋々ではありますがゴーも認めてくれました。ありがとう、決まりのようだね。選抜選手は主人公ちゃんに。それじゃあ、頑張ってくれたまえ。選抜レースの当日、少々緊張気味の主人公ちゃん。頑張るでゲス。そんな時は深呼吸するのが一番でゲス。落ち着かせようとする藤吉、優しい。お、ホーンじゃねえか。シルバーボックスの有利も一緒だ。おーい、ホーン。先ほど戦ったホーン登場。あ、ゴー。ホーン、やっぱりお前が走るのか？頑張る。今日は負けないやるよ。今季の選抜選手はホアンのようですね。有利。シルバーボックスの選手はやはり有利。個人レベルの能力を確かめるいいチャンスだ。手加減はしない。どれだけ腕が上がったのかこの目で確かめさせてもらう。言われるまでもない。最後に登場するのはイタリアのロッソストラーダ。よう、今日のレースは俺がいただくぜ。俺の本当の実力をたっぷり見せてやるぜ。カルロ、今日は真面目に走れよな。さてね、俺は俺の思い通りに走るだけぜ。イタリアの選抜はカルロ。今回のレースは強敵揃いですね。何？よせよ、ゴー。選手諸君、そろそろスターティンググリッドに集合してくれ。さあ、ファイターからの呼び出しがかかりました。そろそろ行くか。じゃあな、また後で会おう。ある。さあ、行きましょうか。頑張ってね。頑張るよ、ジェイ。さあ、お待ちかねの第2回チーム代表選抜レースがいよいよ始まるぞ。みんな気合を入れて走ってくれよ。今回のレースはジャングルコース。対戦相手は強敵ばかり。セッティングはトルクと加速重視です。レース最序盤にトップに立ち逃げ切りを図ります。セッティング一覧はこんな感じ。走行指示はコーナー重視です。それでは行ってみましょうか。さあ、いよいよスタートだ。選抜レースレディー、ゴー。スタート直後クラッシュの連続。必殺技を使い無理やりトップに出ます。よしよし。第1コーナーで全員がクラッシュしているドサクサに紛れて、トップに立てました。これは良好。デカ有利だけだいぶ出遅れてますね。お。当然のようにフォアーンも必殺技を打ってきますね。油断なりません。有利のオメガも必殺技を打ってきましたが、さすがに差があるのでここから追いつくのは厳しいでしょう。攻略本によるとこのレース、難関とも何も書いてありませんが個人的に一番苦戦しております。実は何度もリセットしておりこれで8度目です。攻略本にさえ負けそうな時はリセットしろと書いてありますからね。このゲームの仕様と思いましょう。今回は第1コーナーで全員クラッシュ。他のマシンが立て直す前にトップに立てたのでここまでリードできました。一周目をトップで終えればあとはスムーズに行くので二周目に入ってからは倍速でお送りしております。ふう、8度目の挑戦でようやく勝利。ちなみにほとんどのレースではカルロがトップでした。序盤にクラッシュしてくれて本当に助かりました。さあ、無事全員ゴール。1位になれたのでこれでスペシャルパーツがもらえます。喜ぶ主人公ちゃん、何回も挑戦しましたからね。君、
速くなったアルネ。僕びっくりしたアルよ。またやられたぜ。一体どうなっちまったんだこのマシンは。いや、カルロ、君は十分速いよ。いや、マシンのせいじゃない。彼のテクニックが我々に勝ったと考えた方がいい。僕、難しいことわからないけど、でも、面白かったアル。また一緒に走ろうアル。レース後に爽やかな挨拶を終え、トランスポーターへ。やったな。うん、すごかったよ。うん、すごいクラッシュでしたね。あれがなければ勝てなかった。おめでとう。実力が自信に結びついてきた結果だね。何かの役に立つと思ってこの試作品を持ってきたんだが、まだ試作品なんで1個しかないが、とりあえず君に渡しておくのが一番いいだろう。動画ではカットしましたが、苦労しまくったおかげでスペシャルパーツ、特殊モーターをゲットです。それでは今回の動画はここまでとなります。ミニ四駆爆走兄弟レッツエンゴー WGP ハイパーヒート。ご視聴ありがとうございます。ハイパーヒート第8話。天才レーサーミハエルとの対決です。それでは行ってみましょう。第8話は相模模型店からスタート。相模模型店の看板娘、純ちゃん。もうじきドイツとのレースがあるのに練習してない号を怒っています。その号はというと、マグナムは絶好調だから問題ないといつも通り調子に乗っております。そんな号を主人公ちゃんは注意します。こんなところで油を売っている場合ではないと。うん、相模模型店をこんなところは言い過ぎ。そんな中お客さん登場。ドイツ代表、アイゼンボルフの天才レーサーミハエル。ゲームではこれが初対面です。イケメン登場でテンションが上がる純ちゃん。しかし、なぜミハエルがここに？どうやらミハエルはゴーと主人公ちゃんに会いに来たみたいです。マークしておきたい相手だから挨拶がしたかったと。ゴーたちとはまだレースをしたことがありませんが、グランプリレースの映像は全て見ているそうです。うん、まあアニメでは2軍相手とはいえ、ビクトリーズはアイゼンボルフに連勝してますからね。そりゃあマークもするか。早くゴーたちとレースがしたいと言い残し、マジで挨拶だけして帰っていきました。しかしゴーは渋い顔をしています。それもそのはず。自分たちが苦戦したイタリアのロッソストラーダ。カルロを破った相手ですからね。ミハエルとの開口後、土屋研究所でミーティングです。次の対戦相手はドイツ代表、アイゼンボルフ。さすがというかなんというか、リーダーの列は次の対戦相手の映像を見た上で、チームが一丸となっていると分析。土屋博士もドイツのマシン、ベルクカイザーに注意するよう促しています。加速力、スピード、本当にすごいと両も警戒してます。レッツと J は、相手も完璧ではないし自分たちもテクニカル走行に自信がある、強気の発言ですね。そんな中、ゴーが燃えています。自分たちとレースがしたいと言っていたミハエル、俺もやつと勝負がしていと。ミハエルたちは自分たちの前に現れた越えなければならない壁。やつを越えなければ俺たちの前進はない。普段から燃えているゴーですが、普段以上に燃えるゴー。そのゴーの闘志を全員感じ取っているみたいですね。闘吉は若干茶々を入れていましたが。さて、強敵のアイゼンボルフ戦を前に気合は十分。自分たちの力を存分に出せるよう頑張りましょう。さあ、グランプリレース当日。今日のレースは好カード同士のぶつかり合い。DRF ビクトリーズ対、アイゼンボルフ。レース結果によっては上位チームの順位に影響が出そうとのこと。そう言われてはますます負けられませんね。燃えまくっているゴーとは対照的に、張り切りすぎないよう注意を促す闘吉。そんな中、ミハエルたちアイゼンボルフのメンバーが登場。ついに対決の日が来たと喜ぶゴーとミハエル。二人とも本当に心から待ち望んでいたんですね。ただ、ミハエルとゴーは対決を待ち望んではいたけど思いは違うみたいです。ミハエル曰く、君たちの頑張りを僕たちに披露してほしいとのこと。ビクトリーズをバカにするような発言に量も起こりますが。いや、違う。ミハエルはバカにしているわけではなく、自分たちの方が完全に上だと思っているんですね。だからこそ自分たちにビクトリーズの実力を見せてほしいと言っているわけです。悪意がない分自信しかないのがわかりますね。アイゼンボルフは去っていきましたが、ミハエルの発言に怒り心頭のゴーと闘吉。いや、二人だけではなくビクトリーズ全員が舐められたことに対して怒りを燃やしていますね。さあ、さらに気合も入ったところでレースに行きましょう。
その前にメンバー選出とセッティングです。今回のレースはマッチレース。お互いのチームから2名代表者を出しレース。1位を取ったチームの勝利です。ビクトリーズのメンバーは主人公ちゃんとゴーを選びました。そしてセッティング。今回のレースは表現コースということもあり、トルク重視のギアとモーター、そしてスパイクタイヤを装備しました。セッティング一覧はこんな感じです。さあ、それではレース本番、行ってみましょう。ドイツの代表メンバーはエーリッチとミハエルですね。ナンバー2のシュミットはお休みみたいです。でかい今のミハエルのポーズ、でかい。さあ、いよいよスタート。それではドイツ戦、レディー、ゴー。ん？なんか一瞬右側のデルクカイザーがバックした？味方同士で接触でもしたんですかね？あ、むしろこっちの方が接触してますね。あ、なんか接触しまくっている間に主人公ちゃんがトップに躍り出ています。ど、ゴーゴーのマグナムトルネードに巻き込まれる主人公ちゃん、必殺技で無理やり抜きにかかります。あ、ミハエル、レースで負けたことがないはずの天才レーサーですが、現状4位、ギリですね。レースとは関係ない完全な余談ですが、ミハエルの声優さんはゴーと列の母親、セイバの親役もやってるんですよね。ある意味親子レースをしています。さて、序盤こそ接触があり順位が何度か入れ替わりましたが、1位の状態で1周目を通過。ある程度リードもしているのでいつものやつ行きましょうか。倍速です。ゴーはマグナムトルネードを何度か打っていますが、なかなか順位が上がりませんね。アイゼンボルフ内では3番手の扱いですが、エーリッキはやはり早いですね。てかミハエルより早いってどういうこと？と思ったら最後の最後、ミハエルがエーリッキを抜いて3位でフィニッシュ。レースで負けたことがないミハエルですが、このレースで2人のレーサーに負ける結果に終わりました。アニメ最終レース第2セクションみたいな結果ですね。あの時に負けたのはカルロとレツニですが。さあ、強敵アイゼンボルフを下して喜ぶビクトリーズの面々。アニメでもドイツ戦は負けなし。ビクトリーズにとっては相性がいい相手なのかもしれませんね。そんな中、ミハエルたちが声をかけてきました。アニメ最終レース第2セクション。ミハエルが初めて負けた時は相当ショックを受けていましたが、ゲームでは僕たちに少し隙があったというぐらいで、そんなにショックを受けている風には見えませんね。世界グランプリの楽しみがまた増えたというぐらいですし、普通に敗北を受け入れています。しかし負けたままではもちろんいられません。またレースをしようとゴーたちに言うミハエル。そしてその舞台は決勝戦。ミハエルの予想では勝ち星のポイントだけでなく、最後に優勝決定戦が行われるとのこと。自分たちは必ず決勝戦に出る。だからビクトリーズも必ず出てくるように、挑発するようにミハエルは言います。その言葉を聞いたゴーは決勝戦に出るのは当然だと言い切ります。そんなゴーたちに挑戦状を叩きつけるミハエル。アイゼンボルフとは鉄の狼。狼の牙は狙った獲物を逃さない。敗北した割に態度を改めないミハエルたちにご立腹の闘吉。しかしあの自身、一度走っただけでビクトリーズの実力を見切ったのではと考える J。何はともあれ、まだまだ大きな壁となって自分たちの前に立ちはだかりそうですね。お、アイゼンボルフの話をしていたら、ロッソストラーダ登場。ミハエルだけが敵じゃない。優勝するのは自分たちだと言い切ります。そこにシルバーフォックスも登場。こちらも優勝宣言してきました。どのチームも対抗心を燃やしています。グランプリもいよいよ佳境ですが、まだまだ熱いレースが続きそうですね。しかしその前に。犯人は誰だ？プリンが消えた日レース！アイゼンボルフに勝利したのでイベント開放。早速やっていきましょう。何やら騒がしいゴー。何かなくしてしまったみたいですね。何騒いでるんだゴー。大変だよレッツ兄貴。母ちゃんに頼まれて買っておいたプリンの詰め合わせセットがねえんだ。ゴー、まさかお前そんなこと言って全部食っちまったんじゃないのか。ゴーのことを全然信用してないレッツ。レッツ兄貴、そんなことしたら母ちゃんがうちに入れてくれないだろう。どうしたですか、うんこ野郎。ああ、さてはお前だな、プリン食ったのは。ゴー、それはいくらなんでも言いがかりが過ぎませんか。なんだすか、いきなり。ほら、知らないだす。俺の弟は人様のものを取ったりしない。トウキチ。あ、これあれですね。
ビクトリーズ全員を疑ってますね。なんでミクニコンツェルの御曹司であるわてがそんなせこい真似をしなきゃならないんでげすか。まさかジェ、お前が。あのジェイまで疑い出すとは。僕じゃないよ。ということは、あ、主人公ちゃんも疑われてますね。だいたい住む人を疑うのはゴー君の悪いところでげす。そうだす、うんこ野郎が悪いだす。てめえら、なんだと。喧嘩はやめろよゴー、お前が悪いぞ。証拠もなくいきなり仲間を疑うのはよろしくない。仲間を疑うのは良くないと分かってくれましたか。レースで決着をつけようぜ。隠し事をしているやつなんて走りを見れば一発だぜ。え、どういう理屈？ゴーの提案に驚くみんな。そりゃそうか。ゴー、お前言ってることがむちゃくちゃだぞ。そうでげす。そんなことで犯人が分かったら苦労しないでげす。お前アホだす。うっせぇ、やるったらやるんだ。おう、言い出したら聞かないゴー。仕方ないので無実の証明のためレースをすることに。まったくゴー君のわがままにも困ったものでげす。しょうがないでげす、わても付き合うでげす。弟の疑いを晴らしてやる。弟思いはいいですが、ようは疑われてないんですかね。あんちゃん、かっこいいだす。みんな根本的な解決にはなってないと思うんだけどな。うん、理屈じゃなく感情の問題なんでしょうね。よし、早速始めようぜ。おう。さあ、ゴー君の行方不明になったプリンは伊豆港に。その名もプリンが消えた日レース、いよいよスタートだ。ファイターがここにいるんだ。さあ、考えない方がいいよ。みんな、準備はいいか？それじゃ、張り切って行ってみよう。それではレースに行ってみましょう。レースは街角コース。シンプルなコースだけに序盤でリードを確実に取りたいところ。さあ、いよいよスタートだ。レディー、ゴー。スタートはゴーが一番早い。しかし最初のカーブでもたついている間に抜けました。序盤でトップに立つ理想のレース展開です。あれ、すぐ横にトライだが、まだまだリードは盤石ではないですね。あ、トウッチのスピンコブラ。何気にこの動画初登場ですかね。さすがゴーを打つところ始めてみました。さて、ビクトリーズのグランプリマシンとの対決でしたが、ここまで来ればもう波乱はないでしょう。2周目からいつもの倍速でお送りしております。それにしても、レースをすることで本当に犯人はわかるのでしょうか？などと言っている間にゴール。1位主人公ちゃん、2位はヨウ。少し遅れてゴーが3位。そしてめちゃくちゃ遅れてトウッチが4位でゴール。ゴーの理屈だと、トウッチが犯人ということになるのでしょうか？俺が負けるなんて、なかなかいい走りじゃないか。ゴー君、ワテルの走りもちゃんと見てたでげすな。ああ、みんな、まあまあだったな。残るはジェ、お前だけだな。ゴー君、さあ、勝負だジェ。なんだお前たち、何を騒いでいるんじゃ。先生、だから食べ過ぎだと。なーに、たかがプリンの30個ぐらい。わしの腹はびくともせんわい。プリン30個？あ、プリン30個。父親のやつはだらしがなくて3つしか食えん。ファイターとて16個じゃ。まだまだわしには及ばんね。それって、もしかしたら。じいさん、その
っぷり。どうしたんだ？なに、ゆんべは新パーツの開発で徹夜じゃったかやの。土屋のやつがわしのために気を利かせて用意してくれたんじゃ。一つ残っているが、食うか？え？私はてっきり鉄心先生がお持ちになったと。僕も。なんじゃ、わしは知らんぞ。ん？じゃあ一体誰のなんじゃ？そう。俺のだ。え？俺が母ちゃんに頼まれて買ったプリンだ！プリン食った犯人は鉄心、博士、ファイターの3人でした。僕たち。ということは、疑われたビクトリーズは。濡れ衣を。出すか？ゴーくん！笑ってごまかそうとするゴーですが、当然ごまかせるわけがありません。わしゃーちと用事を思い出した。そんにゃあ、僕も。都合が悪くなって逃げるファイターたち。そうだ、あ、君たちにこれをあげよう。今朝できたばかりの新パーツだ。これでまあ、そのね。あ、待ってください、鉄心先生。逃げた博士たちを追うとするゴーですが、ゴーくん、逃がさないでげすよ。逆に自分も追われることに。ライダー、お前、酒かけるのだ。黙って食べるな。最初に言われたライダーになんて言ったか覚えてないのか。ごめん、でもそんなタコがプリンで、ごめんなさい。ミニオーク爆走兄弟レッツエンゴー WGP ハイパーヒート。ご視聴ありがとうございます。今回はハイパーヒートの第9話アメリカ戦をお送りします。物語は土屋研究所からスタートです。研究所に集められたビクトリーズのメンバーたち、何やら土屋博士から大事な話があるとのことです。どうやら今日行われたグランプリレースの結果が土屋博士に知らされたとのこと。その結果大変なことになったそうです。現在行われているミニ四駆世界グランプリ、これは各チーム総当たり戦を行い、最終的に総合ポイントが一番高いチームが優勝するというルールです。しかし今日行われたレースの結果によってビクトリーズが単独トップになったとのことです。アニメだと序盤や中盤でも負けるレースがあったので、初めて単独トップに立ったと言えますね。博士の知らせを聞いて優勝した気になった号ですが、博士の話には続きがあります。今日の試合結果によってアストロレンジャーズ、ロッソストラーダ、アイゼンボルフ、ゴンキ、シルバーフォックス、5チームがほぼ同じポイントでビクトリーズに迫っている。なので簡単には優勝は決まらない、優勝決定戦があるとのことです。ビクトリーズの残りレースは1つ、そのレースに勝ってようやく決勝進出の切符が手に入るとのことです。ここまで全勝できてるのにまだ決勝進出すら確定じゃないんですね。さてそれはともかく、総当たり戦最後の対戦相手はアストロレンジャーズ。アニメではグランプリ開幕前から来日しており、序盤から最後まで立ちはだかった強敵です。彼らが使うバックブレーダー、アクティブサスペンションを搭載しており、スムーズな投範やコーナーリングを可能にしており、必殺技のパワーブースターは強力な加速力と最高速を誇ります。そんな強力なマシンを使うだけでなく、人工衛星を駆使して的確なレース展開をするリーダーのブレッド、量も言っていますが、まさに最強の相手です。しかし、そんな最強の相手を前にしてもゴーはいつもの様子。軽く倒してやると言っていますが、軽いのはゴーの頭だと突っ込む藤吉。不覚にもこの突っ込みはうまいと思ってしまいました。それではアストロレンジャーズ戦目指し、特訓です。しかし、次の対戦相手、アストロレンジャーズを考えると気持ちだけが焦ってしまうという主人公ちゃん。別にリラックスするよう言われますが、緊張は解けない模様。
そんな中、レツはある話をします。レースのことも大切だけど、ミニ四駆はただのマシンじゃない。すべての人に夢を与えるものであってほしい。以前土屋博士がレツたちに言った言葉であり、それをレツたちに実現してほしいと。その話を聞いて主人公ちゃんも落ち着きを取り戻したみたいです。それではみんなに夢を与えられるようなレースをしに行きましょう。アストロレンジャーズ戦当日、このレースに勝利すれば決勝進出です。それもあってみんな気合は十分ですね。ここまで来たからにはやるしかないという藤吉。そしてまあ、いつも通りの GO。大笑いしている中、アストロレンジャーズが登場。ブレットたちはこのレースの日を楽しみにしていたようです。今日は記念日になるとのこと。しかしその挑発をそのまま返す GO。決勝進出一番乗りは自分たちだと言い切りました。その GO を見てジョーは、シンデレラを夢見る女の子みたいと言います。そういえばジョーに惚れる前はこんな感じでしたね。ブレットたちアストロレンジャーズは宇宙飛行士訓練生。グランプリ優勝がカリキュラムに含まれている以上、今日のレースで勝つのは自分たちだと言います。お互い、バチバチに火花を散らしながらレース前の挨拶は終了。ブレットたちが去った後、今日のレースは絶対に負けられないという GO。GO だけではなく、メンバー全員気合は最高潮です。GO を中心に時の声。さあ、気合も入ったところで今回のレースのメンバーを選びましょう。今回のレースはリレーレース。お互い3人の選手を選び、1対1のレースを3回行います。3回のレースの合計タイムが速いチームが勝利となります。ビクトリーズから選ぶメンバーは、第1走者は主人公ちゃん、第2走者はゴー、アンカーは列にしました。よし、僕に任せてくれ。続いてセッティングです。ここまでのストーリーで、獲得できる特殊パーツなどは全てゲットしております。街角レースやイベントレースで獲得した強力なパーツを装備しました。さあ、それではアストロレンジャーズ戦、行ってみましょう。第一走者は主人公ちゃんとミラー。最初の走者はまず負けないように走ってもらいたいところ。いよいよスタートだ。レディー、ゴー。スタート自体はこちらが遅れてしまいますが、カーブに入る前の段階で前には出れました。しかしすぐ真後ろにつけられていますね。お、接触回数が多いな。おそらくカーブではミラーの方が速いですね。しかし直線はこちらの方が上。二つ技もうまく使いリードを少しずつ開いていきます。一周目も半分経過しましたが、ここまではなんとかリードを保っていますね。しかし、今回はリレーレース。実際にバトンパスをするようなリレーではありませんが、チームの総合タイムで勝敗が決します。ただ勝利するだけではなく、相手をなるべく引き離して勝利してほしいところです。さあ、一周目も残りわずかですが、それでもすぐ後ろにバックブレーダーの姿が見えます。いつものレースならもう少しリードできてるのですが、さすがはアストロレンジャーズといったところですね。しかし、それでも1周目はリードしたまま終えました。いつも通り、2周目は倍速でお送りしますよ。それにしても、アニメではミラーって影が薄いと思うのですが、ゲームだとかなりの強敵ですね。主人公ちゃんにかなり追いすがってきています。しかしそれでも勝つのは主人公ちゃん。直後にミラーもゴール。タイム差は約 1.5 秒ほどですね。あとはゴーと列に託しましょう。さあ、第2走者はゴーとブレット。アニメでも原作でも因縁のある対決です。さあ、いよいよスタートだ。それでは第2走者。ゴー。完全にスタートミス。いや、しかしまだまだこれからです。おう、必殺技のマグナムトルネードを使っても追いつけない。そうか、ミラーと違いブレットは必殺技を打ってくるんですね。先ほどの主人公ちゃんとのレース、ミラーは必殺技、パワーブースターを使ってこなかったのですっかり忘れていました。なんとか追い抜こうとマグナムトルネードを打ちますが、ギリギリ追い抜けない。距離を詰めるのがやっとですね。で、詰めた距離を開けられた。これはまずい、マジでまずい。一周目ももうじき終わりますが、スタートで出遅れた以上に差が開いてる？いや、確実に開いていますね。2周目に突入。必殺技を打つために必死にボタン連打を行っていますが、全然追いつけない。100歩譲って、
負けるにしても少しは差を縮めてくれないとまずいです。走れば走るほど差が広がっていますね。アニメのアストロレンジャーズ2戦目、あの時もリレーレースでゴーとブレットは対決しました。あのレースで初めてバックブレイダーのパワーブースターは披露されましたが、その時の J のセリフが思い出されます。今のサイクロンマグナムは最高速で走っている、それよりも速いなんて。この時の私はまさに J と同じ気持ちです。レースも残りわずか、さすがにこれは勝てないか。しかし少しでもタイム差を縮めてほしいところ。で、最後の最後にブレットもパワーブースターを使い折った。しかし負けはしたもののタイム差は1秒以下、合計タイムは今のところ 0.7 秒ほど勝っています。あとはアンカーの列に任せましょう。アンカーは列対ハマーディー。ハマーディーでかすぎじゃね。列の2倍以上身長ない。さあ、身長差はともかくアンカー対決です。さあ、いよいよスタートだ。レディー、ゴー。安定のスタートで遅れ、しかもブロックされて抜けない。お、ハリケーンパワードリフトを使ったらいつの間にか抜いてますね。接触しまくったせいでいつ抜いたかがわからなかった。1周目半分の時点でかなり差を広げることができました。ハマーディーに勝利すればチームは確定で勝利、負けたとしてもタイム差によってはチームは勝てます。しかしよっぽどのことがない限りここから抜かれることはないでしょうね。というわけでまだ1周目ですが、倍速ゴー対ブレットの時同様、アニメでのアストロレンジャーズ2戦目、この時に列対ハマーディーのレースがありました。リレーレースだったため先を走っていたハマーディーを後から走り始めた列が抜き去るシーン、あれはいろんな意味で良かったですね。誰かやつとのタイム差を教えてくれとか、魚が残っていたのかなどの名言でハマーは一躍人気キャラになったと思います。落ち着けハマーディなどと話しているうちにゴール。アニメや原作漫画同様、ハマーディに勝利したレス。そういえばハマーディは愛称で、本名はハマーデイビッド・グラントなんですね。オフィシャルファンブックの説明にはアストロレンジャーズで一番大きいやつと書かれています。いや、もっと他に説明することあるやろ。みんな大好きハマーの話をもう少ししたいところですが、ビクトリーズの勝利です。話を進めましょう。アストロレンジャーズに勝ったことで決勝進出が決まりました。喜びを爆発させるビクトリーズのみんな。そんな中、敗れたアストロレンジャーズ、ブレットたちが声をかけてきます。ビクトリーズがここまでやれるとはと驚いているようです。そんなブレットたちに、ゴーは自分たちの敗北をもっと素直に認めろと煽ります。いや、敗者に鞭を打ちすぎでは。さすがに言い過ぎだと列が詫びを入れますが、ブレットはあまり気にしてない様子。今回は俺たちの負けだとちゃんと認めているみたいですね。そんなブレットをさらに煽るゴーですが、その元気は次回まで取っておいてくれとゴーに言います。俺たちはこれで終わったわけではない。必ず決勝進出を決める。ビクトリーズに宣戦布告をするブレット。そんなブレットたちの前にアイゼンボルフ登場。決勝進出するためには僕たちアイゼンボルフに勝たなければいけないとミハエルは言います。しかしその一戦こそが待ち望んでいたものだとブレットも言います。決勝進出の席は残り一つ。優勝候補のアイゼンボルフとアストロレンジャーズはお互い譲る気は当然なく、バチバチと闘志を燃やしていますね。さて、決勝の対戦相手はどこになるのやら。決勝進出、引いては優勝の可能性があるチームはどこも張り詰めた空気が漂っていますね。さて、これでビクトリーズの総当たり戦は終了しました。ひとまずトランスポーターに戻りたいと思います。トランスポーターに戻ると、土屋博士が勝利と決勝進出おめでとうと言ってくれます。調子に乗るゴーや二郎丸をよそに、これもみんなの協力の賜物といい、これからの展望を話そうとしていましたが、そんなことより決勝戦進出を祝ってお祝いをしようというゴー。そしてお祝いすることを見越してすでに準備している東吉。いや、東吉有能すぎません。高級ホテルのラウンジを貸し切りにしているとのこと。海鮮山菜地中海、和食に中華にイタリア、フランス、どんな料理もお任せ、抜かりはないと言い切りました。そのできる東吉をもう少しグランプリで見たかったものです。さあ、せっかく用意してくれているので行かない手はありません。トランスポーターをぶっ飛ばしてパーティーへ向かいましょう。総当たり戦を終え、ひとまず戦士の休息です。決勝前夜、頑張れ DRF ビクトリーズ。さあ、
いよいよ決勝戦や、レース前に最後の猛特訓をしているビクトリーズのみんな。みんな、ついに決勝戦だ。ここまで来たからには、優勝目指して頑張ろう。リーダーの列、気合十分ですね。大丈夫だって、列兄貴。心配しなくても、俺様のカット日で優勝させてやるぜ。ゴーは、いつも通りですね。緊張してないみたいで何より。変わらずじゃなお前さんは。余裕の態度を取る号をたしなめる純や、呆れる鉄心のじいさん。あれ、純じゃねえか。どうしたんだ、じいさんたちまで。号が驚くのも当然ですね。何しに来たん。少しはあんちゃんたちを見習うだす。その通りですわ。なんだ先生、一体どうしたんですか。なに、決勝戦前だしな。少しはお前らを励ましてやろうかと思ってな。そうですわ、レッツ様。私、レッツ様のことが心配で心配で、夜もよく眠れないんですのよ。あ、激励に来てくれたということですね。東吉、どんまい。相変わらず薄情な妹でげすな。あんちゃん、絶対に優勝するだす。ああ、任せておけ、次郎丸。それよりゴー、ちゃんと決勝戦に向けての準備はできてるの？ああ、バッチリだぜ。大丈夫。予定通り決勝戦は万全の状態で臨めるよ。ゴーだけの言葉ではあれですが、ジェイがそう言うなら本当に大丈夫そうですね。そうか。どうやら心配して押しかけるほどのことでもなかったようじゃな。じいさん、少しは俺たちを信用しろよな。でもそれだけみんなが期待してくれてるということさ。そうですね。みんな、頑張ろう。決勝戦や、気合は十分。激励も済んだところで今回の動画はここまでとなります。ミニ四駆爆走兄弟レッツ&ゴー WGP ハイパーヒート。ご視聴ありがとうございます。ハイパーヒート最終話、スタートです。その前に参加国を振り返ってみましょう。高い NA アストロレンジャーズが登場だ。
ついに登場したアメリカ最強のチームアストロレンジャーズ。バトルレースの本場アメリカで鍛え上げられたファイティングスピリットをその身にまとい、グランプリ優勝獲得のため参上させ、こいつはエキサイティングでダイナミックなすごいレース展開が期待できそうだ。またまた優勝候補チームの登場だ。世界最高の技術とテクニック、この両方を併せ持つ今大会の最高の目、その名も鉄の狼アイゼンボルグだ。ドイツではもはや無敵のチーム、その走りは精密で華麗、世界の頂点を狙うにふさわしい走り。これは各チームにとっても大きな壁になりそうだぞ。数々の強敵と戦った世界グランプリ、それもいよいよ最後となります。前回第9話の時点で決勝への切符を手に入れたビクトリーズ、今日が最後のレース、決勝戦となるわけですが、その対戦相手はどこになるのでしょうか。土屋博士から発表です。今回の優勝決定戦の相手はアメリカ代表 NA アストロレンジャーズになりました。第9話のリレーレース、ゴーアブレッドに敗れたからか燃えてますね。アニメでのリレーレースも負けてますしね。それはともかく、レツヤ J 主人公ちゃんは相手にとって不足なしとやる気満々の様子。まさにビクトリーズにとって好敵手ですね。しかし安定の豪。相手が得意なのはデータ集め。俺たちの走りはそんなもんに収まるほどちっぽけじゃないぜ。いつも通りの豪の発言ですが、俺たちの走りはデータには収まらないぜ。というのはいいセリフだと思います。たまにはいいこと言うといった東吉の発言は聞かなかったことにしましょう。今まで作り上げてきた僕たちの走りを大切にして最後のレースに挑みましょう。リーダーの列はいいこと言います。さあ、最終決戦を前に土屋博士からアドバイスをもらいましょう。決勝戦のレース方式はマッチレースに決定。お互いのチームから2人を選出して1位を取ったチームが勝利になるレース方式ですね。そして決勝の舞台は火山コース。土屋博士からアドバイスをもらおうと思っていたのですが、このコースの詳しい情報が入ってこないとのこと。自分の力を信じて頑張ってみなさいと言われました。ぶん投げすぎでしょ。まあそれはともかく、悔いだけは残さないようにしましょう。それではレース会場へ。様々な戦いがあった第1回ミニ四駆世界グランプリ。残るレースは決勝のみ。ビクトリーズ対アストロレンジャーズ。素晴らしい走りを見せてくれとエールを送るファイター。このゲームの仕様ですが、決勝の相手はそれまでに獲得したパーツの数で変化します。私の動画では獲得できるすべてのパーツをゲットしておいたので、アストロレンジャーズとの対戦になりました。さて、仕様の話をしている間にアストロレンジャーズ登場。前回敗北しているからかブレッドも燃えていますね。この決勝戦のために万全の準備をしてきたとのこと。勝利するために万全の準備をする、ブレッドらしいですね。さて、レース前からバチバチに火花を散らす両チーム。レース前の挨拶はこれにて終了。ブレッドの自信がすごかったという J ですが、いつもの GO のワンパターン、相手が誰であろうとヘッチャラだぜとバカ笑いする GO。 全員決勝だからって特に緊張はしてない模様ですね。リーダーの列が悔いの残らないように頑張ろうと言いますが、目指すのは優勝ただ一つと GO は言います。この一言で全員さらに気合が入りました。優勝目指していくぞ。おお。さて、決勝戦、マッチレース選出メンバー一人目は、主人公ちゃん、ビートマグナム TRF に頑張ってもらいましょう。そして二人目は、ゴー、サイクロンマグナム。メンバーは決まったので決勝レースへ行きましょう。アストロレンジャーズの選手はブレッドとハマーディ。やっぱハマーでかいな。オフィシャルブックにチームで一番でかいやつと書かれるだけありますね。それでは決勝戦、スタート。うえぇ、何これ、無理やり必殺技を発動して混戦から抜け出します。お、混戦解消。スタート直後に接触しまくりましたが、現在の1位はブレッド、2位は主人公ちゃん、3位ハマーディ、4位にゴーとなっています。このままゴールした場合は当然敗北となります。なんとかブレッドの前に出なければいけません。前に出なければいけないのですが、さすがブレッド。普通に走ってるだけでは追いつけない。ボタン連打で必殺ゲージを貯めて打ってるのですが、ブレッドも必殺技を打ってくるっていうね。
おかげで全然差が縮まらない。むしろ広がってる？お、ゴーのマグナムトルネード。ゴーの順位を上げるため頑張ってますね。さあ、2周目に突入。このラップでブレッドを抜けるか？あ、一瞬ゴーがハマーを抜いた？しかしすぐ4位に戻った。で、3位争いに注目している場合ではありません。必殺ゲージが溜まったら即必殺技を打ちますよって。お、ゴーが完全にハマーを抜いたみたいですね。マグナムの後方にバックブレーダーはない。単独3位。しかし残りの距離的に1位浮上は難しいでしょう。ということは、主人公ちゃんがブレッドを抜くしか勝つ手段はありません。ここでパワーブースター。いや、まだだー。あの時のカルロのように、頼む、抜いてくれ。あと少しなんだ。必死の形相でボタン連打。ゴール目前でもう一度必殺技を打てるか？あ。え？ボタン連打してたら押し間違えました。クラッシュしまくりでブレッドと主人公ちゃんがゴール。しかし順位は、ん？え？おかしくね？なんか1位って表示されてません。細かく見てみたら、1000分の1秒まで同じなんですが。え？そんなことある？タイムは全く同じでしたが、なぜか主人公ちゃんが1位の扱い。いやまあ、仮に同着の場合3着の順位で決着をつけるのかもしれませんが。勝利の女神が微笑んだのは？え？マジで勝ったの？我らの希望の星、GRF ビクトリスター。いやちょっと待ってちょっと待って。さすがに納得いきませんわ。やり直しましょう。と思ってやり直そうと思ったら、ハマーがいません。どうしたハマー D？ まあいないならいないでいいや。あれです。到着なんて認めません。ちゃんとブレッドたちに勝利して優勝したいんですよ。こちとらね。というわけで優勝扱いではありましたが納得いかなかったのでもう一度ブレッドたちと戦います。いや決勝戦到着とかダメでしょ。さあ、いよいよスタートだ。それでは決勝戦2度目。スタートです。おう、ぶつかりまくるのは最初の時と一緒ですね。しかし、最初の時と違うのは順位。先ほどはブレッドに先行されてしまいましたが、今回はゴーが1位、主人公ちゃんが2位。失礼いたしました。主人公ちゃんが1位、ゴーが2位ですね。味方同士でクラッシュしている間にブレッドたちに追いつかれてはたまりません。必殺技を打ち単独1位になります。さて、ブレッドたちと距離さえ取れればもう問題ありません。最初の決勝戦では最後の最後まで追いつけませんでしたが、現状これだけブレッドとの差があればもう負けることはないでしょうからね。最後のレースですがいつもの倍速でお送りいたします。さあ、栄光のチェッカーです。1位主人公さん、2位はゴー、ミラーそしてブレッドという順位でした。最初の苦戦が嘘みたいに楽勝で勝てましたね。あ、でもタイムは1度目の方が早かったみたいですね。何はともあれワンツーフィニッシュで勝利、最後のレースを完全勝利で終えることができました。やりました。最後まで手に汗握るステップヒートを繰り広げてきたこの決勝です。勝利の女神が微笑んだのは我らの希望の星 GRF ビクトリスター。不屈の根性とチームワークでついに今優勝の栄冠を勝ち取ったぞ。やったクラッカーキー、俺たちの優勝だ。ああ、ついにやったな。うん、本当夢みたいだ。なったって俺様のぶっちぎりに変わりねえぜ。何
て言ってるでゲスか。一番トラブルが多かったのはゴー君じゃないでゲスか。あれ、そうだっけ。そうでゲス、ゴー君がいなくても十分優勝できたでゲス。むしろゴー君はお荷物だったかもしれないでゲス。なんだと、トウキチ、俺がチームのお荷物だと。君たちのおかげで僕たちも強くなれたんだと思う。僕からも礼を言うよ。おっと、そろそろ表彰式が始まるみたいだな。また後でな、チャンピ。やったでゲスな。これでワテらが世界グランプリの初代チャンピオンになったわけで。頑張ってきた甲斐があったでゲス。そうだね。でもこれは僕たちの力だけで優勝できたわけじゃないと。土屋博士やみんなが陰から僕たちを応援していてくれたから、ここまで頑張ってこれたんだ。これで俺たちは来年から追われる立場になる。次のグランプリではさらに厳しい戦いになりそうだね。ああ、頑張らないとな。よう、みんなここで何やってんだ。そろそろ表彰式が始まるぜ。わかった、今行く。遠慮することはない。俺たちは優勝したんだ。胸を張っていこう。でもやっぱり表彰台とか見ると緊張する。そういやよ、表彰台って一人しか登れねえんだよな。そんなの当然でゲス。ゴー君ってば何を今さら言ってるんでゲスか。誰が登るんだ。あ、せっかく優勝したけどこの流れは。ああ、やっぱりこの俺様しかいないだろうな。やっぱりこの大会で大活躍したやつが表彰台に登らないとな。ってことはこのセーバゴー様しかいないってことだろう。ゴー君、何を言ってるんでゲスか。ゴー君のマグナムはトラブルばっかりで全然活躍してなかったでゲス。誰もゴー君が登ることなんか認めないでゲスよ。アニメでは最終レースの優勝者なのにこの言われよう。当然表彰台にはスピンコブラで大活躍したわてがふさわしいと思うで。え、トウキチが大活躍？飯の用意とかでは大活躍でしたが、レースではこの大会で大活躍したのはこのわてでゲス。当然表彰台にはわてが登るでゲ。なんだと？この俺だ、俺が出る。わてでゲス、このわてが出るでゲス。俺が出るったら俺が出るんだ。これほど貫禄のない優勝チームもなかなかないでしょうね。君たちまだこんなところにいたのか。早くしないと表彰式が始まってしまうぞ。俺が出るったら俺が出るんだ。ワテだったらワテでゲス。みんな行こい。やれやれ。NA アクロベンジャーズの登場だ。開幕当初には優勝
賞候補ナンバーワンと言われた NA アフトレンジャー。我々の期待通りの活躍を見せてくれた彼らのファイトあふれるダイナミックな走りをたたえて、みんな盛大な拍手を送ってやってくれ。そして最後に入場してくるのは第1回世界グランプリ優勝チーム、TRF ビクトリーズだ。いくつかの激戦をそのチームワークと根性で勝ち抜いてきた6人のレーサー、さすがはミニ四駆発祥の地日本が世界に誇る最強チームだ。決勝戦では最後の最後まで熱い走りで我々をエキサイトさせてくれた。彼らを叩いてみんなで盛大な拍手を送ろう。おめでとう TRF ビクトリーズ。君たちが世界グランプリ堂々の初代ナンバーワンだ。ちゃんと全員出てきたけど結局表彰台に上るのは誰に。あ、会場並びに中継を見ているみんな、彼らに盛大な拍手を送ってくれ。他のチームはリーダーだけなのにビクトリーズだけ3人表彰台に上ってるよ。まあ最後までビクトリーズらしいっちゃらしいですね。チャンピオン、しっかりしてくれよ。そんなこと自分でわからねえのか。確かにマシンやテクニックはアイゼンボルフの方がお前らより一枚上だ。奴らが勝てなかったのはお前らが土壇場で予想以上の力を出したってことさ。俺たちがやられたのと一緒だ。フレッド、なに。だから要は俺様みたいに才能があれば勝つってことだ。何しろこの俺様は天才だからな。ゴーくん、ゴーくんは呆れて物が言えないで。何？ま、確かにゴー聖馬の言う通りミニ四駆はデータだけじゃないよ。当たり前だ。でもそれが分かった以上次に勝つのは俺たちアストロレンジャーズ。ああ、楽しみにしてるぜ。またな、チャンピ。その通りだよ。チームの枠や国境を乗り越え、一人一人がミニ四駆を通じて一つにまとまり、みんなで目標に向かって努力していく。そこから新しい力が生まれるのだと私は思う。
それがどんなに素晴らしいことか分かってくれたようだ。そうか。さあ行こう。みんなが待ってる。表彰式の後は優勝パレード。子供とはいえ一台に乗りすぎでは？って、カルロが穏やかな顔でパレードを見てるだと？まあカルロはともかく、激闘を繰り広げてきたライバルたちが拍手で祝福してくれるのは嬉しいですね。さて、パレードの次は祝賀会です。バクバク食ってるゴーたちの後ろで、ジョーがヨウと話してますね。住所は聞けたのでしょうか？さあ、グランプリ終了から1ヶ月。ビクトリーズは次の世界グランプリに向けて準備に追われているそうです。いろいろ大変なことがあるかもしれないけど、きっと大丈夫。私たちには大きな夢があるから。それでは、物語はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。さて、いかがでしたでしょうか？ 6 人目のメンバーを加えて戦う世界グランプリ。アニメや原作とはまた違った面白さがあったと思います。原作やアニメで戦うことがなかったクールカリビアンズ。ピコたちと戦えたりね。また、オリジナル主人公がいい味を出してくれていたと思います。ビクトリーズには女の子がいないのであえて今回は女の子主人公ちゃんを選んでプレイしてみましたが、見た目よりも脳みそレーサーという感じで、すんなりビクトリーズに馴染んでいましたね。そんな主人公ちゃんが加わっての世界グランプリ。基本的にアニメを追体験する形でしたが、ゴンチ戦のゴーの名シーンなどがしっかり収録されていて嬉しかったです。マグナムセイバーやソニックセイバーが出てきて、と思うシーンはありましたが、ゲームオリジナルの要素として楽しむことができました。ゲームの要素といえば、今回の動画、決勝戦の相手はアストロレンジャーズでしたが、物語で獲得するパーツの数で決勝の相手は変わります。第9章までに獲得可能なパーツは35個。そのうち32個以上を獲得している場合はアストロレンジャーズとの決勝。25個以下の場合は小4区装甲弾ゴンチとの決勝。26個以上31個以下の場合アイゼンボルクとの決勝となります。私は攻略本を参考にしながらプレイしていましたが、このゲーム、攻略本がなくてもクリアできそうなほど良い難易度です。レッツ&ゴーが好きな方、ミニ四駆が好きな方はぜひプレイしてみてほしいです。それでは重ね重ねではありますが、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。チャンネル登録や高評価いただけると嬉しいです。よろしかったらお願いします。ではまた。